ったでしょうか。はい、どうも、菊池成吉です。はい、どうもありがとうございます。すいません、マスクで。全然、はい、あのね、体調がちょっと微妙だ。ちょっと先週1週間、インフルエンザで、謹慎中っていうか。なるほど。人に会っちゃいけないっていう。嫌み上がりでいきなりここに申し訳ないです。そう、いや、とんでもないですよ、つか、菊池さんがここに出てくれるのが奇跡ですよ。本当ですか。なんだろう、出てくれんだって思ったのがグレーの久さん以来ですよ、本当に。菊池さんいいのっていう。ああ、全然、だって、うん、歩いてこれるし。まあね、ご近所ですからね。そうですね。だってあの、僕がこのね、ここマンションなんですけど、出た瞬間に菊池さんに会ったことありましたからね。あのね、会ったことがあるし、僕だけ見かけたことも多々あるんですよ。はいはい、あ、自転車動いてるっていう。はい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 。とかね、中華料理屋で飯食ってた時菊池さんがとかね。そう緊張すぎたっていう。生活圏内なんで、ね、新宿区民ってことですね。はいはいはい、今まだ新宿ではあるんですか。今はね、ギリギリで新宿3、いわゆる2丁目、うん、1丁目が9年前ですよね、うん、で次が四ツ谷4丁目なんですけど、はいはい、まあそこら辺にギリのと思います。なるほど。ちょっと八千代に行った感じ、はい、歌舞伎町から四ツ谷4丁目、うん、新宿御苑の間、うん、はい。前、一回あのね、ご自宅で取材させていただいたこともあって、ね、うん、そうなんですよ。その時が、まあ、引っ越したからネタにできるようになったので、僕もよく言ってたんですけど、菊池さんは歌舞伎町の住人とは言ってるけれども、あそこは正確には歌舞伎町ではなく大久保ではないか問題っていう。そうそうそう、あそこは大久保ですね。ですよね。抽象的には。抽象的には大久保です。そう。あの、最初多分出会いはあれですよね。格闘技のムックで。そうですね。対談をさせて、ね、僕の一冊目の格闘技の本で。最初その、書評をやったりとかした関係があって、神プロですよね。今は亡きとかあんのかな。神プロは今はないですね。今ないですよね。あの残党がチリチリになっているチリチリになっている、うん、そんな関係で何度か接点ができて、そうですね、多分最初に会った時に僕がアイドル関係のガッツキ方をしたのを覚えていますよ。そうですね。あの足立由美のビバーアメリカがすごい好きでみたいな話をあれ名盤ですよ。あれ名盤ですよ。名盤ですよ。あれ狂ってますよ、うん、あれやばいですよ。ニック・ヘイワードから菊池さんから何から、そう、あ、ニックヘアードもやってんだと思って、びっくりしましたよ。あのチームはね、ファーストから冒険はしてたんですけど、まあね、早い段階でラップをやったりとか、ね、一番冒険したのがサードアルバムだったんですね。そうですね、うん、アメリカ国家から始まるっていう、ね、そう、うん、ビバアメリカっていうね、トランプに聞かせたい今こそ、うん、破壊的なアメリカ国家から始まるのが本当に、なんだろう、地面級の破壊力があったんで、そうですね、すごい好きで。あれはね、なんかプロデューサーがちょっと、あの時行かれてたんですよね、なんかね、バブル後期で。そう、うん、大好きなアルバムで、それとあとあれですね、元東京パフォーマンスドールの市井由里さんのジョイホリックってアルバムが大好きで、はいはいはい、あれも名盤ですよ。あれもあれ菊池さんも結構がっつり関わってて、はいはい、あれはコプロデュースですね、全体的に、はいはい、アザジャンがプロデューサーで、ですね、うん、大好きなアルバムで、数年前に市井さんが復帰して取材したんですよ、はいはいはい、あのアルバムがいかに素晴らしいかって話をして、はいはい、うん、あれはいいアルバムですね、うんうん、あのアルバムが出て、うん、即あれになっちゃったんだよ、あのイーストエンド。イーストエンドが当たっちゃったせいで、まずアルバムがなかなか出なかったんですよね。そう、シングル出して、ね、さあアルバム出すって段階で売れちゃったから、ペンディングになっちゃって。そう、うん、で、ペンディングになって、まあ、その時ね、彼女は、市井由里さんは、うん、こんな女子ラップなんて、うん、半年も持たないから、うん、すぐこっち戻ってくるんで、うん、待っててくださいって言ったら。永遠に街になっちゃって紅白まで出ちゃってそう紅白まで出ちゃってなるほど。そうですね、うん、それでリリースの予定も狂いって。そうですね、うん、それがまあなんていうのかな、うん、平成アイドルっていうんですかね、うん、平成アイドル、あと僕も声優さんの仕事も、山本真理さん、そうですね、うん、はい、お散歩ハウス、そうですね、そうすごい曲名まで彼女もだってね、菊池さんの参加曲ではないですけど、ゲンズブルーのカバーとかもやってたりとかして、うん、不思議な方向の声優でしたよね。そうですね、うん、プロデューサーがちょっとマニアックな人だと僕のところに話が来るんですよね。なるほど、そういう流れ、うん、流れの流れ、うん、はい、で、まあそれを、うん、吉田さんがチェックされてたっていうんで、うん、僕全然吉田さんがアイドルが好きとか知らなかったから、うん、あ、ただまあ格闘技雑誌で書評書いてる人みたいな。そう格闘技雑誌ないし、なんか、あの昭和の男に対するインタビューはっていう、そうだ、単行を見る限りはそうですもんね。そうそっちの人だっていう。そう、だからびっくりしたんですよね。はいはい、はい、うん、そうなんですよ。主にだからなんだろうな、ミュージシャンの方に会うとそういうガッツキ方をしますよ、僕。ああ、なるほど。水戸さんに会った時もそういう椎名紀子のシングル最高でしたよね。あまり褒められないポイントを褒めるっていう。そう。
あれ嬉しいもんですよね正直もちろんスパンクハッピーとか好きですけど、はい、そっちを褒めるよ多分そうですね、うん、かゆいところに手が届くでもそんなにはやってないんですよねそういう仕事って。そうですね、そのぐらいですよ、うん、あとね名前もね覚えてないから言うのが逆に失礼ですけど、うん今はねなんかね、うん、声優さんに転向されたかなんかの方で、うん、テイトーアさんが作曲で、うん、僕が作詞でっていうシングルが一曲あるんですよ、うん、なんていう方がねちょっと忘れてたんですけど多分知ってる方がこう、はい、なんかつぶやかれると思いますけど、はい、菊さんのアイドル仕事についてっていうそうですね、うんうん、まあだからねそういうような付け方してけど主に会話は格闘技の話プロレスの話ぐらいしかしてないだろうっていう。そうですね、うん、そんなに僕アイドルの話で、うん、本当に不勉強っていうか、うん、アイドル昭和のアイドルですら危なかしいですからねそもそもそういう興味を持ったことがないんでしょうね。まあ曲がいいなとかそういうね、うん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 、なんか一番嫌な感じですけど、はいはい、大丈夫ですよアイドル好きの方には、はい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 、山口百恵さんの乙女座球はいいなとか、うん、そういうなんか単発単発で一曲ずつ買ってくみたいな感じだったんで、あんまりこう、うん、アイドルにガチハマりしたっていうことがあんまないので、うん、ただ仕事であれですよね、その音楽シーンを語るみたいなので自然と AKB とか触れるようなことはあってぐらいの感じですね。もちろんもちろん、はい、うん、ただそうですね、そうかな、うん、うん、まあつんくさんとかね、うん、AKB っていうか、あれはなんていうの、うん、ハロープロ系ですね、うんうん、のこうな曲の作り方とかね、うん、そういう話を本に書いたりとかしてますだってそれこそ河野慎さんはねゴリゴリのハロプロの河野くんはもう、うん、スパンクハッピー初期の、スパンクハッピー第一期の時の僕の相方で、うん、今は一般的な何だろうなおっさんずラブの音楽の人っていう、うん、あそういう分かりやすい説明が今は、うん、今は多分おそらくそのなんかそういうマニアックに番組見てる方多いから、はいはいはい、うん、だけどまあもともと河野くんが出会った時からアイドルと劇団四季がやりたいって言ってたの、うん、で劇団四季の方はね、諦めたのかな、うん、で、ハロプロの方はガンガン行ってますよ、ね、そうか、それはもう理想通りだったんですね。そう、なんていうかな、うん、自分の人生設計をちゃんとされて、うん、それに向かって進んでいくタイプの方ですよ。菊さんとは全然違う。全然違う。俺も明日どうなるか分かんないから。河野さんはいい仕事してましたよ、ハローで。うん、河野はすごい才能ですよ。本当に。めちゃめちゃ才能あって。うん、いや、本当に。そうですね。うん、まあ、ポップミュージックで相方としてがっつり組んだの河野くんだけですけど、うん、一番最初、僕はあの相方とかに恵まれやすいんですよね僕自身はそうでもないですけ ど、うん、相方がすげえっていう。河野くんは素晴らしいですね、はい、うん、河野さんの真夏の光線すげえ好き、本当にいい仕事すごいしてましたよ。すごいですよね。アップロント周辺、まあ、森高さんがさ、うん、きっかけですかね。そう、うん、森高さんがね、ご結婚される直前ぐらいに森高さんのツアーに河野くんが希望でやってるって、ね、僕も行ったことあって、はい、で僕は森高さんのご主人のバックバンドやつ。ああ、はい、そうなんですか。そうです。で、あの歌手活動もどうなのかな、今マスコミいいのだからメディアでって、いいでしょうね、別に黒歴史じゃないと思う、アルバムも出てて、それでバックで僕サックス吹いてたんですよ、ご主人の方の、はいはいはい、で、将来のね、うん、で、将来の奥様のバックを河野くんがやってて、なるほど、うん、だからこのお二人があの、うん、もう交際されてるっていうことを、うん、現場では機密事例だったんですけどはいはい、はい、まあ、ある時分かって、メンバーならわかる、そうそうそう、うん、だからまあ俺と河野くんっていう、うん、一期スパンクハッピーの人権がそういう形で分かれてたっていうことで、その時に分かって現場で意気投合しましたよ。なるほど、ええ、菊さんから愛子さんの魅力を教えてもらった。でもこれ僕もそうですよ。あ、そうですか。うん、アイコ、アイコのね、ええ、あ、はい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 、アイコさんの説、あの、なんだろうな、音楽的な解説ね、解説ブルーノートが多いってやつね。そう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 、うん、めちゃめちゃ多いですよ、一番多いんじゃないかな、うんうん、ものすごい勉強になりました本当ですか恐縮ですとか、嬉しいですね、ええ、アイコさん素晴らしいですよね。ですね、うん、本当素晴らしいです、うんうん、TBS ラジオの話もそうなんですよね、うん、TBS ラジオで、あの、僕の一時期担当していた人がプロデューサーでしたからね、はい、ああ、なるほど、うん、はい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 、
長谷川君。そうです、ね、あ、なるほど、もう今重役ですよね。あ、そうなんですか。うん、あの人昇進しましたよ。へえ、うん、たまにあのギターポップ系の来日コンサートとか行くとばったり会ったりとかしましたね。長谷川君は本当に音楽好きで、うん、うん、しかも見た目、うん、音楽ってあのその見た目でこれ聴きますかって人いるじゃないですか、うん、だから長谷川君はその見た目だからこれ聴いてんですねっていう、そのままですよね。そのまんまの人爽やかなギターポップが好きっていう、うん、そんな気がしたらそうだったっていう、そう、そんな気、そんなの聴いてんだなって顔だなと思ったら、そう、その通りだったっていうね、はいはいはい、人ですよね。あの番組は結構聞いてました僕も。夜電波、うん、ありがとうございます恐縮ですそうなんですよ、あまりこうね声を出して言ってないですけど結構ファンですよ僕、普通にな、夜電波、あ、本当ですか、うん、ありがとうございます、うん、はい、あの夜電波だね、うん、うん、夜電波はね、あの、あ、なんか一時期すごいこう、うん、今でもあの歌丸さんとかね、うん、あの面識はないんですけど、はいはい、あ、ないんですか。ないです、全然、はい、あのお互いヒップホップやってる、うん、いや、お互いって、うん、俺がやってるのと歌丸さんがやってるの一緒にしたらいや、いけないけど、はいはい、まあ、お互いヒップホップやってるけどもかすってる、うん、かすってて合わないんですよね、うん、まあ、パンピーさんとかね、はい、あのシミラボとかあっち関係とかはね、あれしてるんですよ、うん、歌丸さんだとか、うん、吉田さんも やられてたし、た、あの滝君もやってたでしょ、で、結構 TBS ラジオってひしめいてた時あるじゃないですか、うんうん、その時に伊集院さんに、うん、お前の番組はすごい評判いいから絶対聞かないんだって言われて伊集院さんはね、そういう人ですよ。そういう人ですよね人のラジオ本当聞かないんですよね、うん、悔しいから、うん、いや本当悔しいんだよね、誰に会っても夜いきなり夜電波って面白いですよね伊集院さんって言われるから絶対聞かないのって菊池さんも意識してたんですね、ちゃんと、うん、というか、なんか周りのか、なんていうんですか、あの、うん、側近とか射程の多い方じゃないですか、はいはいはい、いっぱいね、いらっしゃるから、うん、皆さんが口を揃えて言ったみたいなことだと思うんですけど最近いい番組ありますよみたいな、そう、うん、だから聞かれんだって言われて、あ、そうですかって聞いてくださいよっていう菊さん自身はラジオ聞いてる側だったんですか。いや、全く聞いてないですね、そうですね、うん、タモリさんのオールナイト日本以来、古すぎますよ82、3年ですねぐらいかな、あ、以来なんで、もう AM も FM も全く聞かない、FM はまあ音楽番組聞いたりしますけど、TBS ラジオがサブカル的な方向に力を入れてきたみたいなのを全く知らないまま、そうですね、うん、なんていうんですか、社勢というかね、うん、なんていうんですか、社風というか、うん、それがどっちかにどうなって、何がどうしてってのはもう全然わかんないですね、うん、ただ、トナミ君っていう、うん、ディレクターに番組持てって言われて、うん、まあ半年ぐらいでクビになるんだろうから、うん、あのやって、まあいいか、バイトにやってみようかと思ったら、うん、まあ8年かな続いて、うん、クビ切られましたけどでもいや続きましたよ。そうですね、ああいう形式の番組としては本当にそうですよね、うん、時間帯が何度も変わりながらもですよね、うん、だって作家入んないわけなんで、うん、一人で全部やってたんですよ、はいはいはい、でこんなにマシマシ好き放題やってて、うん、いいのかな、まあクビになるまで待とうと思ってたんですけど、うん、そしたらまあ8年目でクビになったんでまあまあそんな感じかなっていう、うん、とこですけどね。複雑な感じはあったりするんですか。いや、あのね、うん、僕は、うん、さっきも言ったように河野くんの話に戻りますけど、うん、俺絶対将来アイドル書くんだとかね、うん、俺絶対将来大河ドラマの音楽やるんだとかね、うん、こうなんていうんですか、こう将来の作者、そうですね、うん、あるいは逆にね、うん、静かに生きるんだとかね、うん、あるじゃないですかはいはい、はい、そういう、なんていうの、うん、将来設計は全くしないんで、うん、だからラジオ続けるぞみたいなのも別にでもないし、うん、逆にやめてやるみたいなのもなくて、うん、違う局に行ってやるとかそういうのも何もなくて、うん、ただたその場が楽しければいいタイプです、本当に、うん、アリとキリギリスの、キリギリスの方って、うん、で、まあ、あの、そうすると、あの別に頑張んなくてもなんか番組もらえたりするんですよ。要するに営業をかけたりとか、はいはいはい、あの出版もそうなんですけど、うん、原稿持って出版社歩いて断られたりね、うん、拾ってもらったりって経験がもう1秒もやったことなくて、うん、勝手にブログ書いてると本にしませんかっつって物書きになったし、うん、番組もなんか突如として誰か戸波さんが現れて、うん、番組やりませんかって言うから、うん、じゃあやりましょうかみたいな感じで、はい、だからチャンスもらう時も、うん、ラッキーでもらってるから、うん、ほかされる時も、もう別になんとも思わない、もともとラッキーなんで、そこにそもそも執着がない、そうですね、うん、だからこんなに
私は8年間、うん、御社に、うん、なんすかその尽くしてきたの尽くして尽くし、御社の、なんていうんですかサブカル的なブランドですか、の一翼を担い、いろんな視聴者にその TBS ラジオの可能性を広げてきた自負がございますとかね、全く思わないというか、あくびがっていう、来たなっていうだけですよね。なるほど、全部そうです本当に。ソニーさんとね、レーベル、それまで突然やんないかって言われて、おおと思って、ソニーの中にレーベル持たせてくれるって言うから最高ですよ ね、うん、やったと思って、うん、初めて楽しく好きなようにやってたんですよ、うん、ある日クローズさせられてそれが世の電波が終わる時と同じタイミングだったんですけどだからまあ今年のクレって、あ、まあ去年ですね、うん、のクレっていうのはなんかあのレイオフっていうか、うん、まあ一回クビになる年なんだなと思って、うん、あのだからその流れはね、うん、博打と同じでこういう流れだなっていうのは認識してますけど、でもそれはそれでそういうもんだなでしかないですね。そうですね。もう流れはしょうがないですからね、うんうん、どうしようもないんで、うんうん、よく本当にラジオとかね、うん、結構なんか無邪気に言われるじゃないですかファンの人とかに、はい、またラジオやってくださいよみたいなのって言われます言われます、あの個人でどうこうできる話じゃないんですよっていう、そう毎回思うんですよ、そうあの、ね、局に行ってくださいなんですよね、いや本当本当、うん、あのねもう僕なんかね夜電波なんかね、うん、なおかげさまでっていうんですかなんですかね、うん、あのお好きな方は相当お好きだったらしくて、はいはいうん、数も随分取ってたらしいんですよ、うん、僕数気にしたことあんまないんですけど、うん、あの通りすがりの人に言われましたからね、こうやって人が歩いてきて、うん、当たり前ですけど普通に人が歩いてくるじゃないですか、うん、知らない人ですもちろん、はいはい、歩いてきて、うん、菊池さんですよね、ラジオまた お願いしますって言われて去ってったと、うん、立ち止まりもしない、立ち止まりもしないで、まあまあちょっと立ち止まりましたけどコンビニの、ね、店員に言われたことないですよ、うん、いくらいくらですって言って、はい、次の番組待ってますんでって言われて、でまあ恐縮ですって言うね、うん、あのお声さえあればって言っているんですけど、うん、まあでももうラジオ業は多分ないと思いますよ、ね、あそうなんですか、うんうん、だってね TBS 辞めた人をね、うん、次々日本放送で声かけたりとかね、あ最近すごいしてますからね、そんなポリティカルなことがあるんですか、そう分かりやすくめちゃめちゃ分かりやすいじゃないですかあのデイキャッチ税を全部そっちに集めたりとかあ、うん、あなるほど、でナイトキャッチってタイトルつけたりとか結構分かりやすく何か仕掛けてるんですよ、かなりのなんていうか、うん、すごいねそれ、すごいですよ、ベタベタですね、うん、へえ、いい戦争してますよ、なるほどね僕もたまに言われるんですよ、ラジオやってくださいって毎回本当に困りますからね、いやあの月1では出てるんですけどっていう、そうですよねどんな仕事もそうですよ、そう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 、うん、はい、まあでも吉田さんも言われがちでしょうね、なんかあれやってくれこれやってくれ、そうですそうです、ね、どうしようもないっていう、うん、はいはい、都波さんの話聞きたいな、ずっと続くと思ったのに、羽生最高会議大好きでした、ありがとうございます、うん、松之丞さんにお会いしたことありますか、ないですよ、うん、ええ、あの面白いねあの人ね、聞いてますもちろん、うんうん、なんかもうあの方こそきっと、うん、全然悪い意味じゃないですけど、うん、この一講談師っていうんじゃなくて、うん、何か講談師という世界をね、うん、突破してこうマスメディアにも出て、うん、講談っていう世界を背負って、うん、有名人になってやるっていう多分ライフスタイルあった、はいはい、と思いますけどね、うん、そういう健全的で健いい野心を持ってた、そう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 、健全健康的な健康的で男性的な野心、まあ男性的って言っちゃ今ダメか、うん、野心をちゃんと持たれてた方だと思いますよね、うん、僕なんかよし日本のジャズ界を背負って、うん、ラジオを通じて啓蒙して、啓蒙してジャズを広めてやるとか、うん、これもうなんていうか鼻くそ一切れ思わなかったんでねただやり手放送やるだけだっていう、うん、遊んでるだけなんで、うん、そもそも何かの野心って思ったことあるんですか、全くないですよ、うん、本当に今誰にも怒られずに楽しければいいと思ってだけの人間で、それが56年間続いてますよね、本当にね、よくあるミュージシャンの大半はモテたいから始めるっていうのがあるじゃないですか、はい、菊池さん全くないですもんね、僕あの生まれた時からモテまくりだったんで、はい、あのこれ言うと嫌がる、なんか嫌味だとか言うけど、あの本当にね、声を大にして、便も大にして、性器も大にして言いたいですけど性器まで、ええ、
あの、ええ、モテまくったっていいこと一つもないですよ。あ、そういうもんですか。いいこと一つもないです。女性でね、モテまくってる人に話聞けばわかるけど、いいことあるとしたらね、ビジネス化した時だけ。それを、キャバクラでトップになるとか、俳優さんになるとか、はいはいはい、で僕も一応は、あの一応も端くれも端くれも端くれですけど、ショービズで板の上立ってるんで、それやるようになって、まあまあなんちゅうかジャズミュージックとはいえ素敵とかなる仕事でもあるじゃないですか、一部はね、はいはいはい、だからそれによってなんか水平化されましたけど、ただのなんていうんですかね、野良犬っていうかストリートで生きてて、モテまくったっていいことになりますよ。危険ばっかりだし、めんどくさいことめんどくさいばっかり、ばっかり。僕ね、なんか知んないけど、生まれた時からめちゃくちゃその、地区全体からモテてて、地区全体から全体から肉屋のおばさんとか、床屋のおっさんとかからもめちゃモテしてて、あの現状本当に分かりやすくモテオーラが出てるじゃないですか。まあ前からですけど。本当ですか。いや、あの、イベントとかでやっぱり菊池さん見た人が、みんな言いますよ。なんですか。あのやっぱオーラが違うっていう。本当ですか。そうそうそう、オーラ、あんまり女子を出したことない、あの僕とかのイベント来てるお客さんとかが、完全にメロメロになる様とかを何度か見ていて。あ、本当ですか。うん、いや僕とかでも思いますよ、やっぱり。あ、本当ですか。別種の何かを出してる。ああ、それで、あの家の近所にストリップ小屋があったんですよ、はい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 、でそのストリップ小屋に出前に行ってたんですよね、ガキの頃に。それで出前に行くとストリップ嬢さんがバーン並んでて、端の方でうまく踊れない方とかね、があのマネージャーさんにぶん殴られたりしてしくしく泣いたりしてるんですけど、そこでももうモテまくりで、ポケット中ポケットにお菓子詰め込まれる。いくつぐらいですか当時。当時ね、あれもね、労働基準法絶対に違反してるってか、あの、生きてたら親父訴えたいと思ってるんですけど下手したら5つぐらいからやってるんですよね。幼稚園、小学校上がる前からやってるんで、だから何歳から始めたかよく覚えてないんですけど、これとこれ持って、あのストリップの楽屋行ってこいって言われて、行って子供一人で子供一人ですよ、危険極まりないですよねで、案の定、まあなどうなんだろうな、メディア感わかんないから言っていいかとかギリギリですけど、今でいうところのロリコンの男の子が好きな、妙齢のストリッパーの方、ショタコンというか、はいはい、そうですね、年の僕が5つか6つで、あちらさんが40がらみかな、もうおつぼねぐらいの、はいはい、あの方 で、うん、でその方にあのちょっとね、あのこれまあそういう経験がある方もこう見てる方でいらっしゃるんでしょうから、うっかり言えないですけど、ちょっと いたずらというかね、性的なをされかけて、あの時に完全に行かれてたら、相当僕の人生もあの大変だったかなとは。絶対トラウマになるじゃないですか。まあね、まあトラウマはね、何がトラウマなのか分かんないけど、まあまあまあその時はギリギリで助かったんですよ、ゲロを吐くことで子供ならではの子供ならではの子供は吐きやすいじゃないですかその吐きやすさを何ですかね、天がね、その時もね、よしここで俺はきっと狙われるに違いないから、やばいのにちょっと外出ようって言われたら、ゲロ吐いて逃げようとか計画したわけじゃない、全然わかりますよそれは、で呼び出されて神社でちょっとまあまあ離婚が言えないですけど、ぐざってやることでちょ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 ってなって、このまま行ったら大変なことになるなって思った時にもう吐いてた、バーって、そうすると熱くね、やばい液体が、そのかがんだその女性の頭にバシャ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 ってかかってひるむじゃないですか、でその隙にあのゲロ吐きっぱなし、下丸出しののをグッと上げて、家まで走って帰ったんですよ。もう その時のモテ方も半端じゃなかったですよ確かにそれは嫌なモテ方ですよねそうしんどい。大体ね、僕ね、あの綺麗な女の人、カヒミカリさんとかね、あのだから一般的に綺麗だって言われてる人いるじゃないですか、仕事で女優さんとか音楽家でも綺麗だって目されてる方とお仕事すると、あのお美しいからモテて結構ですねなんて、言えないオーラが出てますよ、きついっていう、はいはい、余計なトラブルを次々とこれによって、そう沢口靖子さんとね、同じロケバスになったことがあるんですよね、で
もう昭和もここに極まれるんですけど、もう仮想芸の女とかそういうレベルじゃないですよ、デビューしてちょっとしたばっかりの、そのぐらいの頃、まだピカピカの頃に、フジテレビのイベントで、山下洋介、僕の師匠の山下が、隅田川の花火大会で、花火とセッションするっていう、花火とセッション。とにかく無茶ぶりを何でもやっていくっていうのが山下のやり口ですから。ほんで僕その時山下組の和気石だったんで、連れてかれて、でそれのねサブ司会みたいなのが沢口さんで、ロケバスがねなんかもうしょうがないかなって感じで一緒だったんですよ、ほんでそこで着替えなきゃいけないっつんで、沢口さんいる前でこう、みんなで着替えてケツ出したりしたんですけど、でまあちょっと仲良くなって、僕女性と男性初対面でどっちと仲良くなるのが得意かって言ったら圧倒的に女性なんで、沢口さんと仲良くなって、なんかいろいろ話したんですけど、もう お綺麗ですねとかね、絶対言っちゃダメ、もうそんなことはもう言われ聞きたくもないみたいな感じになってて、つまんない話とかね、逆にグロい話とかもあんましないっていうか、どうでもいい話してるってのが一番気にいいんですよね、でまあ自分がどんだけあの伝説あるじゃないですか、あの方が体育の授業になると、街中の男子校生とか集まって、なんかもう警察が鎮圧に来たとかいうそのレベルの伝説がある人、そう、だからまあ実際見たらね、あれ大変おきれいな方だなと、だからもう おきれいですねかなんかって近づいたらもう絶対に仕方だと思って、どうもどうもっつって軽い感じでそう仲良くしてたんですけど、まあだからモーゼでもろくなことないですよ、ショービズにしちゃうしかないですよね。ちょうど最近あの ガクト さんの新刊読んでたら、ガクト さんはまあ当然モテる人で、音楽始めた時に考えたのが、それまでがあれですね、あの水商売やってたけども、水商売続けてたらダメだと、で新しくやるために何が必要かと思ったら、あのパトロンをいっぱい集めることだって言って、街で声かけて100人のパトロンとからお金をあのもらいながらやることはやるみたいな関係を、まずそれを作ることから始めたって。モテることをそうやってだからビジネスに結びつけていくっていうのはありなんだろうなと思ったんですよ。あんなクレバーな人いないね、それはもうはっきりしてて一番いいんじゃないですか、超日本人級の感じですよね、考え方がね、きちんとそれでお金も稼いでっていう目的意思がはっきりしてる人、自分の言葉は古いですけど、フェロモンが金になるってなっちゃったら、もう金にする以外ね、混乱しかないですからね、なるほど、そうだから僕程度でも、もう商売にしないとまずいなっていうぐらいはモテたんですよ、だからモテなかったこと ないんで、でもう商売にしたら早かったですから、商売にしちゃうと逆に今度すっきりするっていうか、全然もうモテなくなっちゃう、あの路上とかでは、だからまあ良かったなと思いますけどね、僕がそのねサブカルスーパースター打つ伝って、まあ、単行本ではそういうタイトルになりましたけど、ちょっとね、一時期病んだことがある方にインタビューしたときに、岸さんにも出ていただいて、で、文庫化の時に岸さんがね、追加で原稿を書いてくれたのが僕は最高に面白かったんですけど、僕あの全員打つだけど、僕だけパニックで、まずね、まずそこの違いが、今ほどやっぱり打つとかに理解がまだね、10年ぐらいでもだいぶ違うと思う、そうですね、ざっくりとしたタイトルをつけちゃってたっていう、出版サイドが、そこですよね、そうですね、うつうつとしていた人であるけどうつ病ではない、そうですね、もあるし、あれですよね、まとめで町山智博さんが、そう町山さんが俺もだ俺を出せってすごい言ってて、だって健康でしょあの人一時俺もうつうつしたんだよみたいな感じで落ち込んでただけでしょそれ落ち込んでただけですよ絶対今も落ち込んでますよきっとなんかいろいろ反省してると思いますよ町山さんも面白かったんですよ、その時に町山さんが言ってたのが、まあね伊藤聖子さんだなんだとかみんないろいろいるけど、みんなあれだよ本当にモテておかしくなっただけなんだよみたいなこと言ってて、そして俺も今にそうなるよって宣言までしていてでね、教えてたんで、あの要するにサブカルの人ってのは、若い頃モテなかった恨みを、オタクになってモテるようになって晴らしてる人たちだから、そうすると女性問題とかで面倒になるから鬱になるんだみたいなまとめ方したんで、いや僕最初からモテてましたけど、その訂正はまず入れて仕事するようになってからモテたじゃないですけどみたいな感じでは入れたんですけどね、町山さんとはその時点では接点もなかったか、何もないでしょ、あのなんていうかな、あのまあこれも一つの
見る人の楽しみだから、うん、奪っちゃいけないと思うんだけど、はいはい、町山さんと僕がガチで仲悪いと思ってる人いっぱいいるんだよあれネットの中で言い合いしただけであって、うん、しようは何もないですからね別に直接会ってどうこうとか何もなるわけよ、ね、何もないですよ昔の昭和の分断マンみたいにね、はいはいはい、新聞の書評欄でお互い悪口書いて、うん、いざ銀座で決闘だみたいなさ、うん、3次元でも、うん、同じだみたいなね、うん、あんな全然ないですからねないですね、うん、だって吉田さんと僕ですらガチンコだと思ってる人いるから大丈夫ですか出れるんですかってうんなんかそのいいのみたいなね、うん、あのえ いいの雪解けみたいなの見て、うん、雪も何も降ってないよ、うん、最初から降ってないよみたいな話ですけど、うん、だからネット上でこうまあ町山さんの場合はね喧嘩やとか仕掛けるからあれはよくあのプロレスだとかね、はいはい、あれば、うん、まあいずれにせよどういう見方であれ、うん、僕と町山さんが 50-50 で、うん、ゴングがカーンってなってバンっていったと思ってる人がいっぱいいるんだけど、うん、全然違ってて、うん、僕は最初好きに書いてたんですよ、はい、そしたら町山さんが突然逮捕に来たんです来ましたねそうと思っていや俺あすいませんみたいな感じでそうっすかみたいなだから、うん、町山さんが勝ち込んできたんですよ、うん、だから一番最初の今ネットって、うん、僕 見ないか分かんないけど、はいはい、燃えちゃったら、うん、もうみんな一緒みたいなね、うん、そもそもがって話なんか誰も面倒くさくてしない発端が何だったのかを忘れがちですよねですよねもう燃えてる状態とっても悪いぐらいの雑な感じ火事と喧嘩は江戸の花両成敗みたいなね、うん、それ全部一つにしちゃったのがネットみたいな感じじゃないですか、うん、火事と喧嘩が一緒っていうね、はいはいはい、前は分かれてたんだけど、うん、だけどいや僕全然誰かに復活、うん、あの普通に映画表書いただけですよねそうしたら町山さんがバーって来て逮捕にしたから、うん、でどうしようかなやっちゃうかどうしようかどっちかなと思って、うん、で僕もまあなんていうか卑劣極まれない人間ですからこの人にかなわない負けた負けやっても負けるなと思ったら絶対やんないですから、うんまあ、絶対勝てると思ったんでまあね、音楽とかのね、ジャンルであればそうそうそう普通の映画論とかだったら難しいかもしれないけど、また話がどこまでもいっちゃうから、うん、これはジャズ映画の話するんだったら、うん、まあよく俺に食ってくださいな町山さんはジャズ詳しいわけではないですからね、うん、ていうか町山さんは音楽が好きなんですよ、うん、好きです、すごく好きですよね、お好きであの時代の宝島の人でありますからねそうそうそう、だってロックとかめちゃ好きでしょ、うん、大好きですよそれでなんか、うん僕にジャズの話ふっかけてやけどし、うん、自分から来たのが帰り道にあってやけどしちゃったから、うん、なんとかこの傷を取り戻そうとなんかイマジンに文句言った人とかに絡んだりとか、はい、ボヘミアン・ラプソディのことを変な風に褒めちゃって、うん、日本にクイーンのオタクがどんだけいるのかもあんまよく知らずにボヘミアン・ラプソディ全面肯定したら、うん、あのこことここが間違ってるとか言って吊るし上げられたりとかしてえらい目にあったじゃないですか音楽絡みはやっぱりねそう難しいですよねそう上には上がいるんでそうそうそう上には上がいて、うん、僕だって、うん、ジャズ関係でこいつとはやんないって言いますよ、うん、だからそれは別にね有名ジャズ評論家じゃなくて、うん、市政の人でも、はいはい、読めば分かるわけ、うん、こいつでもやばいなってそれは組めば分かると思って、うんはいはいはい、もう一瞬で分かるから、うん、しかもやんないですし、うんマジョさんよく絡んできたなと思ってしばらくやろうと思ってやってたらヤフーニュースになったんでヤフーニュースも頭おかしいなと思って前からよく言ってたんですけど、町山さんの中ではプロデュースのつもりなんですよね。そうそうそう。町山さんのプロデュース感が絶対他の人と違うんですよ。そう。まあそうですね。うん。うん、てかやりすぎですよね。結局ねプロレスでいいんだけど、あれ例えば、うん、指針のメールで、うん、菊池さんどうもみたいなのさ。うん汚い裏取引みたいなメールがあれば、うん、すごくやりやすいじゃないですか、うん、でもあの人すごい、うん、なんかガジンコで、うん一切いま、うん、だかつですよ、うん、一通も指針がないから、はいはい、要するに実のとこですねっていうのは何もないまま進んでる、うん、お互いにそう何なんだろうなと思いながらそうでこっちの方もこのぐらいは大丈夫かなっていうそうここの点は触れずに置きましたとかね、うん、言いたいんだけど、うん、こっちから出すのもね、はいはい、なんだからまあ黙ってますけど、うん、前に TBS ラジオのストリームっていう番組があって、はい、あれに僕も町山様レギュラーで、はいはいはい、勝谷正彦様レギュラーだったんですよ勝谷さん、はい、で町山さんがずっと勝谷さんに仕掛け続けてて喧嘩ずっと売り続けてたんですよ曜日レギュラーなのに、はいはいはい、で忘年会とかで勝谷さんが来なくて、はい、あんたあいつ来ないのかよとかずっと吠えてたんですけど、は
なんで俺のプロデュースに乗ってこねえんだろうなあいつって。じゃあ橘さん誰が見てもプロデュースじゃないんですよって。プロデュースはもうちょっと信頼関係があったものがやることだよって、これただガチ仕掛けてるだけってねえ、でもこういうもんじゃないなプロデュースってみたいな、うん、まあプロレスのことはちゃんとご存知ないと思いますよね。まあプロレスもいろいろあるじゃないですか。ありますよね、もちろん。僕がよく言うだから U インターみたいなプロレスを心がけるみたいな、はいはいはい、プロレスではある、あプロレスとガチがいい混ざり方をしてるっていうか、まあそうですね、基本は相手の良さ引き出すんだけども、いざという時やっちゃってもいいみたいな、そうですね、が僕の理想のプロレス。多分町山さんはもっと多分パンクラス的なものをプロレスだと思ってるんだろう、おそらく、うん、うん、だからそうですね、うん、うん、見た目全日本みたいな人だよね。あんなことねえか。ファンクラスにああいう人選手いそうですよね。あのオフではメガネかけてますみたいなね、はいはいはい、うん。まあそうですけど。だからまあ何の予告も一筆形状も何もなかったんで、うん、ただやっちゃいましたけどとにかく、うんまあ別に全然当たり前ですけど仕様も何もないしね、うん。今度妹さんとお仕事っていうか、うんトークイベントもありますし。ただねここはややこしいのが。うんあそこの兄弟も仲良くないんですよ別に。え、そうなんですか。だってツイッターフォローしてないですからね。あ、そうなんですか。たまに中で妹さんが町山さんのツイートに対する何かこうね違うと思います的なツイートしてたりしますからね。あまあ兄弟のね、確執みたいなありますからね。うちもそうですよね。そうなんですか。ええ、もう菊池兄と秀幸とはもうなんていうか実情絶縁ですよね。え、そうなんですか。いや仲いいですけど。仲いいですけど全くあれなんで、うんうん、なんて言うんでしょうね、うんまあ非常に仲いい兄弟もいるじゃないですか、はいはいうん、ていうかまあ彼はもう老人初老っていうか完全な老人なんで70代ですから、うん、SNS とかもやってないんじゃない兄弟してやってないから、はいはい、もうなんか電話かけるぐらいしかないですよね、うん普通にでもね僕は、うん、あの中学時代とか読んでた側なんでお兄さんの作品はいはいはいうん、まあ愚形は僕と違って一時期は、長者番付まで乗った男なんで、はい、文学者の1位になったはずですね、文学者っていうか物書きか、うんうん、純文学じゃないけどね彼はそのまま文庫とか強かった時代にそうですね、うん、だからまあなんていうか頂点を経験したこともある、うん、でも彼も小説書いてトップになってやろうとか思ってた人間じゃないですよああそうなんですか、うん、お兄さんもそうただ好きで返せただけ、うん、でいつの間にかあの長者番付の1位とか名前が出るようになって、うん、一家がおかしくなっちゃって、うん、ロート当たったみたいな騒ぎになっちゃってどうもねよくありますよね、うん、アイドルとかでもね子供が稼ぐと親が、ね、おかしくなったりとかそうおかしくなっちゃったこれがラジオみたいなものでそうですねそう松本さんのラジオはトナミさんが編集入れまくって作ってるっていうねそうなんですよねああ、はい、2時間ぐらい撮ってるのをものすごい編集してやってるんですよねあああの方喋りそうですもんね、うん、僕はあんまり編集させたことないですね、うんうん、でも最終回の後にカメラを止めるのを見たためラストボロ泣きしてしまったああそうですかよかったですね、うん、まあ泣かせる映画だからねあれはモテまくるサブカルの人ってリリー・フランキーだけじゃないあのね、うん、リリーさんは未だにモテてんの、うんうん、ちなみに同い年ですけどねリリーさんはでもそういう風な見方に対してぼやき続けてますよああ本当ですか本当にそんなモテてるやつが、うん、未だに彼女からあの LINE もブロックされてあのポストに手紙入れても無視されてその状態で半年とか1年とか、うん、なるかって言っていやでもそれは素敵なラブアフェアじゃないですか僕そんなのもツルツルですよもうそうなんですか、うん、もうずっと最近はそのぼやきしか聞かないですよリリーさんからなるほどでもリリーさん表になるという話しか聞いたことないですけどね、うん、ただまあ直接面識ないんで、うん一回マージンやりませんかってメール来てへよっぽど行こうかなと思って、うん、行けなかったんですけど、うんうん、そもそも菊池さんはサブカルわけでいいんですかねっていうのもありますよねそうですね、うん、ていうかそうねサブカル枠ってでかすぎてね、うんうん、でもやっぱ言いますねリリー・フランキーか菊池成吉かとかいやいや全然全然そんな足元にもね調子、うん、の話篠塚の話あれ最高でしたねあ、カツアゲでしょTBS ラジオで言っちゃったやつまあなんていうか僕らの世代の人間だったら、うん、もう篠塚選手は、うん、いやもう偉大な選手ですよはいはいもちろん
野球の技術がどんだけあんのかって話したらね、うん、止まんないですけど、うん、天才ですよね、うん、だけどまあまあまあもう、うん、なんとかストリートでまあとにかくは荒くれた方なのでそういう出会いをしていたっていう。そうですね、うん、まああの篠塚さんの名誉とか巨人軍のためにもっていう話でもありますけど、うん、暴力を振るわれたりね、うん、そうだもう もう見たことも聞いたこともないです、うん、ただもうでかいのと、うん、オーラと、うん、ちょっとゼンマイソリだったんで、うん、もう全然迫力がね、うん、だから見るだけで震え上がっちゃう。明らかに鍛え上げてる人が眉毛もなくて、うん、でまあさっとやってきてインベーダーやるから50円貸せって言われてでまあ出したっていうねあれですか、あの爆笑問題の日曜そうですですね、はい、確か、うん、行っちゃってこの話がねとにかく、うん、野球が好きな方であればあるほどもうお好きで、うん、あの、うん、鉄板なんて言っちゃうんですけど本当はダメだろうなと思いますね田中さんとか食いついてましたけどね、うん、そうですね、うんうん、行ってみたいと思っててもろくなことがない。いや本当ろくなことないですよ、うんうんうこれは、ちなみにごめんなさい、わかんないですけど、ツイッターなんですか？ツイッターと連動してる人もいますけど、基本的にはこれのコメントですね。あ、ショールーム。はいはい。なるほどなるほど。セッションの話を聞いてから映画見たのでよかったです。ああ、なるほど、うん。うん。そうなんですよね。本当に増山さんは、ね、わざわざ言っちゃうんですよね。これは完全にジャズの映画でとかなんか、いちいちこう刺激するようなことを入れちゃうなっていうのは。そうですね。最初はなんか公開前の映画のこと言っちゃいけないとか言われて、うんうん、ああなんかありましたね。うん、うんうんうん、かかっていくのが見てると面白いですけどね。ひどいなそれ。星野勘太郎みたいじゃないですかね。かかっていくのを見てるの面白いって。血の気の多い人が言ったぞみたいなイメージ。とコーナーから飛び出したぞみたいな、ね、うん、そうね。まあ音楽は難しいと思いますね。音楽のことはね、本当町山さんに今マイケルの件も豪太さんに、そう、僕もそう、あのね、うん、そうですよ。豪太さんはあの手厳しいですからね、僕と違って、はい、菊池さんの方が実は的には手厳しく見えるんですよ。ああまあね、うん、でも全然気持ちはあのあれですよ、うんうん、大好きですよ、うん、ただ言える分はね、うん、ディベートと同じで、うん、もう言える分は言っとこうってことで。普通に読者だったりしたんですか、うん、町山さんも。ね、うん、短調はね、失礼ながらあんまり読んだことなくて、うん、あれが好きでした。とにかくあの柳下さんとコンビで、柳下さんのね、柳下さんか、うん、と、映画秘宝読んだ、ウェイン&ガースの、そうそう、はい、うん、ファビュラスバーカーボーイ、はいはい、はもう大好きで、ずっと読んでましたね、うんうん、町山さんもともと宝ね、ロック雑誌時代の宝島の編集者であるけど、うん、ロック担当というよりはオタク文化担当の人でしょうかね。ああ、そうですかね。町山さんと上杉隆もプロレス違うと思います。違うんですか。そうなんですよ。これは本当僕もよく言うんですけど、うん、いろんな人がこれはプロレスって言うけど、それぞれが考えるプロレスが違うから。違いますよね、うん、昔はプロレスイコール要するにガチンコじゃ、うん、要するに非ガチンコってことはっきりしたじゃないですか、うん、ガチンコじゃないのがプロレス。お互い話し合いしてますよみたいなものをプロレスというふうに、うん、みんな言いがちだったっていう、うん、でガチンコは話がないからガチンコって、うん、なんかもう二色アイスクリームみたいになってますけど、うん、今は七色ですからね、うんうん、難しいですよね、うんうん、岸さんはリングス派だよね。リングス派ですよ、うん、はい、旧リングス。そうですね、うん、1回だけ復帰しましたけどね、うん、その時のグッズを全部持ってるっていうのがやっぱね、うん、4万ぐらいは使い果たしましたけど、はというかそうですよね、アウトサイダーもちゃんと取ってたし、はい、うん、アウトサイダーはもうギリギリ広告と仕事ぐらいさせていただける業法に預かったんですけど、うん、アウトサイダー自体の、まあ、こう前田さんがやると必ずそうなるんだけど、うん、経営母体からグラグラしだして、はい、しだしちゃって、はいはいで、まぁ、あ、ちょっとお呼びかかんなくなったりしましたけど、うん、でまだ続いてますからね、うん、アウトサイダーは、うん、前田さんは本当にね、人としては最高に欲しいんですけども、うん、なかなかビジネスは難しい。ビジネスがね、難しいですよね、うん、いいビジネスパートナーがこう前田さんに
いればなって周りの人みんな思ってるんでしょうけど、まあ難しいですよね。前田さんが謎の配信番組とか始めた時もハラハラしましたが、見てて、いや本当にハラハラするんですよね。あのなんか、うん、全然聞いたことない女装モノマネ芸人の人との2人の番組とか前田さん何やってんですかっていやハラハラしますよ。ハラハラするんですよ、うん、僕ね前田さんとねなんかのね、うん、髪の毛かなんかのストリーミング出るっつって、うん、で僕前に仕事があって、うん、それがいわゆるパーティー営業みたいな仕事で、うん、ちょっとシャンパン飲まなきゃいけない、はいはい、で1、2杯シャンパン飲んで、ちょっと顔が赤くなっちゃったんですよね、で、しかも30分ぐらい遅れたんですよ。でこれはもう前田さんにボーられるなと思って、もう土下座覚悟で、顔赤いは遅れてくるからね、最悪、最低最悪じゃないですか、で、わーやばいな、どうしようどうしよう、気が重いなって言って、もう開口一番どうもすいませんって言って、仕事でちょっと飲まなきゃいけなくて、いろいろ頭の中で反芻して、こう言おうと思ったら、はい、開口一番、何自分海行ったんか焼けてんやんなんていい人だと思って、やっぱりいい人だと思って平和な誤解をしてくれて、うん、ええー、なー海か行きたいわ隣に高山選手がいてね、まあ、頑張っていただきたいですね、はいはいはい、まだ お元気で、はいはいはい、うん、もういきなり高山選手で腹バーバーバー叩いて高山っつって高山選手もなんつってか分からなくてああ前さんどう会うといい人なんですよ。いや本当に本当に、うん、お大男しかいない国さえあればね、うん、そういうルールの、うん、もう本当にしたらもう前田さんだって普通の方ですからね、うん、やっぱりこう規定外にでかい方っていうのはね、うん、どうしてもね、うん、いろんな方がね必要以上に怯えちゃったりね、うん、逆に崇拝しちゃったりする、はいはい、うん、3年ぐらい前にトークイベントやったんですけど、うん、控室で最初に会うなりずっとなんか、うん、吉田君はね芸能事務所ちゃんと入った方がいいよってずっと僕の今後の身の振り方のアドバイスをずっとしてくれてめちゃくちゃいい人じゃないですか。いい人なんですよねえ、なんでそんな親身になって相談乗ってくれるんですか僕は相談したわけでもないのに、ないのにあそこの事務所がいいやないかとかずっと言ういい人だなっていう、いやいい人ですね、うん、本当にイベント始まったらもう8割チンコの話ですからね。ああ、の年齢であんなにチンコの話を楽しそうにする人もいないじゃないですか。そうですね、うん、もうだって還暦もとっくに共に超えられて、うん、ね、ちゃんと子育てしてる人がね、うん、本当に何その無邪気な、いや無邪気ですよ、うん、ええー、な海かっていうね無邪気さ無邪気ですよ本当に。僕がその時聞いた話で好きなのが、前田さん当時 あの昭和プロレスとかでよく聞くね、今だったら完全アウトですけど、うん、人間性クイズみたいな、そのいわゆるホモドッキリみたいなのが当時流行ってたとなるじゃないですか、はいはいはい、新日本は、はい、猪木さんもが実はね坂口さんとできててみたいなことをずっと何じすごい何日もかけてなんかみんなで飯食うときはずっとなんか太ももさせてとかそういうことをやり続けて、ある日突然藤原組長が呼んでるって言って言ったら、組長とドン・アラカーが裸で抱き合っててみたいな、でお前は誰を選ぶって言われるみたいなことをずっと毎回代々やってて、一回高田に仕掛けてみたいなことをずっとやり続けて、前田さんもやられて、その時初めて聞いたのが、 UWF 入ってからねそれを宮戸にやったんだよって言って完全初耳ですよそれって何とも言えないもういい話かどうかすらギリギリの戦場にある話ですよね。 U になってからもそんなことやってたんですかっていう、いや宮戸選手にね、うんうん、やめてくださいって宮戸がね泣いてたんだって時です。いい話まさかのお兄さんに触れた。全然別にタブーじゃないですもんね。全然タブーじゃないですよ、うんうん、年違います。14違うんですね、うん、でも影響は受けたんですか？受けましたよ、うん、兄貴サブカルの話になるとすれば、うん、僕のサブカルの基礎教養とか一番最初の元では兄貴が作ったんで、うん、兄貴の部屋っていうのが実家にありますよね、はいはい、でうち14離れてるから、うん、やつがもう大学に行くから上京するって時に僕まだ3つかやってたんですよ。そうすると兄貴の部屋ってのがあって、うん、そこに、まあ、当時の下宿生だから、はい、持っているお宝が限られるじゃないですか、うん、だから厳選して、うん、小林信彦の七国マガジンとかね、うん、SF マガジンの筒井康隆先生がデビューした号とかさ、うん、いろいろこう言いのだけ持ってって、はいはい、カスが残ったんですよ、うん、で僕その部屋で何があんだか分かんないままそのカス見て読んだり、うん、レコード聞いたりして育ったんで、うん、だからサブカルっていうのを、まあ、例えば映画だとか、うん、なんでしょうね、SF 小説とか、う
そういうものに限定して言うなら、僕のサブカルの原型を作ったのはあの愚形だから、小学生ぐらいから刷り込まれていって、そうですね、うん、自分から物買わなきゃいけなくなるまでだいぶ時間かかりましたよ、それ消化するのに。お兄さんどんなの聞いてたんですか？まあ映画音楽が好きでしたね。あの、うん、愚形は音楽全くダメなんで、うん、僕がミュージシャンになるって言った時にもうずっと信用しませんでしたから、うんうん、ただの金 の楽器買うから金くれって言った時も金の工面だと思ってて、うん、もう苦しいわけしなくてもいいんだぞ的な感じだったんですよ本当だったのに、うん、だからまあ本が多かったですけどね、うんうん、あとは世代的にクレイジーキャッツだったんで、うん、僕の世代は仮面ライダードリフターズじゃないですか、うん、だけどもうクラス行くと仮面ライダードリフターズ、うち、ん、に帰るとクレイジーキャッツ、うんうん、っていう感じだったんで、うん、まあそういうギャップが出てたよね、うんうん、富下町時代のプラス3に出てたからサブカル枠でいいんじゃない？そうですね、うん、いいですよサブカルでも何でも、うんうん、篠塚がそんなに悪いとは思わなかった。まあまあまあね、悪いとかね、やんちゃぐらいでね、うん、ええ、まあ野球選手はね、当時はまあ大体それはもうっていう、そんなんね、スポーツ選手がやんちゃじゃなかったら、うん、どうするんですかっていうね、うん、普通にだってクラスで悪いやつは野球部かサッカー部に入りますからね。入りますよね、うん、しょうがないっていう。夏の魔物の話を聞かせてください。夏の魔物、ああはい、ねファイナルスパンクハッピーね、うん、はい、あれ僕やってないんで、うん、アルバムまあ持ってきましたけどね、一応ね、うん、バビューンと、これなかなか入手しづらいアルバムですね、はい、これもちろん差し上げます。あ、やった、はい普通に買おうと思ったらね、全然買いづらい状態ですいません、もう流通に出さないんでね、あのね、もうソニークビになってから流通在庫が持てないっていうねもうなんていうか、あるものを売って、うん、焼き芋やって一緒ですから、うん、あるものを売り切ってるだけなんで、あの流通在庫が持てないことから、うん、非常に入手が多少ね、うん、困難になってますけど、またね、あの供給物資と同じで、まあ、ギリギリですけど、うん、また届きますから、なるほど、時さえ待てばドサッと届きますんで。まだ配信もしてないですもん ね、 だってね、配信もまあやがてします、うん、まあもう配信しないとね、聞いてくれない方もいるんで、うん、はい、ええ、そうですね、アルバムのパブで来てくれたわけですか今日は。いや、まあこのファイナルスパンクハッピーっていうのは、あの、うん、どなたも信じてくれないんですけど、うん、あの非常に J-POP 史上稀な形態っていうか、本人参加、うん、僕参加してないんで、うん、みんな僕がやってると思ってる体でアバターがやってるんですよね、うん、なので、うん、まあ夏の魔物の思い出といえば、入り口まで2人を車で送ったなっていう感じですよねあのそれこそプロレスのリングだったね、はいはいはい、うん、でまあ後から OD とボスに聞いたんですけど、うん、リングがガチで、うん、要するに何て言うんですか、こう何て言うパーティーリングみたいなさ、うん、なんだっけ、東急ハンズリングみたいじゃなくて、本当のガチリングで、うん、要するにこうかかとが食い止められるような、うん、あの踏ん張りが効くような形に、うん、要するにこうなんていうの、うん、ジャーマンスープレックスとかしやすいさ、うん、形になって靴が沈むから、はい、めちゃくちゃ踊りづらかったって言ってましたけど、そうなんですよ、うん、スプリングがね、そう、効きすぎてて、効きすぎてて、うん、もうとにかくそう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 、うん、うん、マイクスタンドとか立ててるとか大体倒れるしみたいな、そうそうそう、ぐるぐる曲がっちゃって、うんうん、もうこうやってマイクスタンド自体がこう上下して浮いてましたからね、ライブには全く不向きなんですよね、そう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 、うん、まあもうね、僕、俺さえステ俺じゃないからね、うん、はいはい、だから俺さえステージに上がってればバンプ取ったのにと思いましたね、うん、バンプ取るとこ見せてやる、これがバンプだっていうね、うん、ところをこう見せようと思ったんですけど、うん、まあ果たせずっていうところですかね、うん、やっぱね、僕があの時ね、うん、菊池さんによく似た人にばったり、はい、食堂のところで、そうですね、うん、飯食ってたらね、そうそう、うん、控室が全然ない会場で、そう、みんな控室が前の人があくまで控室ができないから、うん、食堂にいるしかないような状態で、菊池さんによく似た人がね、うん、あんなグルメな人が、うん、正直ものすごいまずいカレーぐらいしかないので、ね、まずいカレー食べてるっていうのがものすごい面白くて、そう、もう僕はもう ああいうなんか仕出し系のものはもう口にしない、もうなんか猫大好きグルメですから、食べませんでしたけど、まあ彼らはね、もう腹減ってたから、ガツガツ食ってましたけどね、吉田剛さんって人に会ったよって言って、思ったより大きかったっつって、なるほど、ね、そんなにグルメじゃない僕ですらこのカレーはと思いますよね。ね、カレーってまずく作るの難しいですよね。難しい難しい。うん、うん、豪太さんは意外としつこい。それ西寺さんにそれ言っちゃダメダメ、うんうん。西寺さんがこの番組ゲストに出た時もちょっとやっぱその話になって。ああ、なるほど。うん、
うん、すごい優しく言ってましたね。そうね、うんうん、あの方もお坊さんみたいな顔してるからね、うん、怖くないって言って見えるんだけどね、うんうん、スパンクアッピーのアルバム最高でしたとボスにお伝えください。はい、ありがとうございます、うん、伝えときます、はい、うん、一応僕はあの売ってはいますんでね、うん、はい、まあ、今もいますけどマネージャーと2人で一生懸命包んで運んでますから、うん、あの郵送してるんで、はい、どんどんポチってください。リングスも途中までリングスもそのややこしいですよね。説明がものすごいしづらい、しづらい、うん、ちゃんとできる人いないんじゃないかな。吉田さんがねえ、うんうん、格闘技好きの人特に格闘家側は雑に解釈したりするじゃないですか。そうですね、最初がプロレスだったのが途中からガチになったんでしょうか、うん、そういう単純な話でもなくてないですよね、うん、大貫健二、おあお大月健二さん、大月健二さんとも一緒だった大月健二さんに一瞬、うん、一瞬だけど、うん、あのアウトサイダー進めて、うん、ちょっと行ったりして、はい、でボル 横浜分隊のボルクファン引退興行とかね、うん、あの行ってきましたよと言って、うん、であんま話が噛み合わないまま大月さんと疎遠になっちゃったんですけど、うん、結構プロレスガチプロレスが好きな人か、うん、ガチ格闘技の人はリングスのことうまく語れないですよね、うん、そうですね、うんうん、リングスって本当になんとか難しい団体ですよね、うん、まあ井上くんと、あ井上くんって神の毛の、はいはいはい、井上くんは今もう前田さん好きみたいになってますからね、うん、井上くんか吉田さんじゃないと正確にね、それだって言語化するの難しいですよね。言語化するの難しいし、うん、他の選手から聞いた話とかをしても前田さんが怒る可能性があるとかの、そうね、この辺のややこしさがすごいあるんでそうねすごいそこも難しい団体なんですけど、ただ夢のある話しかない団体だと思ってて、そう、ね、逆に夢のね、夢だらけですよ、うん、本当にいつガチになるかわからない団体って聞くだけでワクワクしますもんね。本当、うん、うん、単純なプロレス、単純な格闘技より怖いですよ。いや本当本当、当日突然ガチなみたいな、ね、本当怖ーっていう、あれはすごいですよね。あきら兄さん、ええ話、ええ話、うんうん、半分くらい言ってることわかんないまあ格闘技ね、うん、知らない方には、うん、劇がおばきの説明できたのかな、詳しいですね。一回僕が前田さんが激怒して、はい、夜中に電話してきたことがあって、ええ、あの前田さんが本当に変わらない、はい、子供できても変わらない感じが、はい、あの劇画お化けを思わせるみたいな感じで書いたことあったんですよ。はいはいはい、藤子不二雄ダークサイドの名作ですよね。そうです、うん、劇画タッチでお化けを描いて、お化けの国に行ってキューちゃんが戻ってきたら、うん、キューちゃんは相変わらずなんだけど周りがみんな大人になってて、うん、そうそうそう、ズレが出てくるみたいな、うん、でも飲んでる間にね、そうそうそう、みんな顔が漫画の方に戻ってきて、そうそうそう、うん、明日公園で会おうっつって、そうところが ね、うん、ねっていうね、みんなでなんかね、うん、国を作るぞぐらいで盛り上がって、盛り上がって、うん、みたいな話が、うん、前田明は変わってないのに周りが大人になっちゃったからっていうズレができてんだろうなみたいなこと書いたら、前田明は劇画お化けを読んでないんですよ、絶対読んでないでしょうね、まあ、なんだ人のことお化けとか言ってって違うんですよ、劇画お化けって名作がありましたみたいな言っても全然伝わらなくて、まあ、人のことお化け呼ばれる失礼やろみたいな感じで違うんですよって、まあ、切れちゃうとね、うん、お化け呼ばわりだと思われちゃったらもうしばらく収まらないですか、ね、確かに、うん、劇画お化けを知らないと確かに怒るかもしれないと思いまして、うん、まあそうですね、大飯ぐらいで何もできないやつってことかお前みたいな違うんですよっていう、着てるもんがいつも一緒とかね実際ちゃんと着替えているんだけどもって、そうそう、いっぱい同じの着てますからね、キューちゃん、元前田さんって必要以上に人の心配するような、そうなんですよ、目安はシャレにならないっていう最近の新宿での話が聞きたいです。 あのさ、ここでこの番組やるってんで、どんな話していいか全く分かんなかったんですけど、吉田さんと僕しかできない話があるとしたら1個しかないなと思って、うん、でもそれもね外すかもしれないんだけど、なんすか、風なんかを召された時に行きつけの病院ってあります？全然ないですね。あ、本当？サンクリニックって知らない？分かんないです。分かんない、うん、じゃあもうダメだこの話。ダメ、すいません、もうすぐそこ。あ、そうなんですか。すぐそこに、うん、もう新宿の夜の医者があるんですよ、うん、でそこは女医さんと受付の女の方と二人でやってる医者で、うんうん、治療開始が、うん、18時、うん、で終了が26時、うん、要するに夜のお仕事してる芸の方も含めての、うん、多分そういうての、あの、うん、でそのお二人はどちらも単発でね、うん、はっきり言えば、まあ、うん、まあ、僕 LGBT の方に何の、うん、本当にマジで、うん、あのそういうこと言うやつの方が差別心あるんだとか言われるけど、うん、友達もいっぱいいるし、うん、
音楽家にもいっぱいいるから、もう全然あのあれですけど、もうどう考えてももうその受付の女性と主治医さんが、主治医さんというかお医者様がなんかむずまじいんですよ。で二人のこうでっかい派でね、で似たような髪型で、であのなんだっけマイケル・ムーアじゃねえよっていう人芸人さんと先生そっくりなんですけど、で僕の持論なんですけど、こうがっちりめっていうか、あの肥満系のお医者さんはお薬をいっぱい出してくるんですよ、お菓子感覚でこうで痩せててストイックなお医者さんは、あんまり薬は必要以上に出さないっていうふうになりまして、で僕は痩せ型ですけど、薬がいっぱいもらいたい方なんで、その先生すごい頼りにしてるんですよ、言うと全部くれるんでであそこは吉本の芸人さんとかいっぱい来てんの、でここはもう絶対この地区のに住んでる人だったら、夜中に熱出したりしたらいけるから、ちょっとした救急病院だし、あすごい勉強になります、で本当に役に立つ話、この場所から、ここどうだ言えないけど、この場所から1分かかんないから、だから絶対吉田さんも下手したらサンクリニックに名前出しちゃってますけど、行ってるはずだと思うんですよ、風邪ひいたらサンクリニックですよ毎回違うとこ行きますよあなるほど、どうもいいとこが当たんなくて、医者運の悪いタイプ、そうですね、諦めて慶応病院行ったりとかもしてるから、はい、まあ慶応病院行ったらね最後ですよね、そんなわけで1時間過ぎたんで、まあ、すでにもうコメント拾ってんですけどね、はい、まあ今1時間過ぎたところですか、なるほど、ここからはまあ基本コメントを拾っていく形ではありますけど、はい、わかりました成田大志さんに言いたいことありますか、別にないですよね、いや知らないこの人、あの夏の魔物の、あ主催の人、あ知らないとか言ってた、ごめんなさいあのこうプロレスの方 ね、 そうですね、好きな方 ね、 ね、いや全然あの 出していただいて、嬉しかったですね、イングスはファンタジー、そうですね、選手から話聞いて面白いのはやっぱリングスとかなんですよね、リングス、ね、リングスがユエンターとか、やっぱり最近 UWF の本が多いのは本当わかるんですよ、わかりますね、なんか、一言で言えない感じの面白さっていう、そうそうそう、まあ、謎がちゃんとあり続ける、そうですね、ちゃんとあのパンドラの箱なんで、まあどうしてもバグロ系は簡単だから、簡単で手軽に儲かるからバグロ系いっちゃうじゃないですか、でもそれができない、構造上できないってところがね、いいですね、ファイナルスパンクハッピーの新譜も良いですが、はい、良いですか、小沢健さんの新曲どう思いますか、いやごめんなさい聞いてないですね、ポップウイルスは小田健さんじゃないですけど、ポップウイルスは優れてると思いますよ、これは言っちゃっていいと思う、昨日の、星野さんの生番組も僕見てましたけど、はい、すごい素敵な、パンピーさんも大変素晴らしい、ね、オランダ勢はアクシデントと言ってか近くで、本当ね、いや本当そうね、そういう国ですよオランダっていうのは、完全にヤバい人たちが来日して何をするか分かんない、なんか試合やらなきゃいけない怖さって、いやあれはね、他の普通のプロレスよりも普通の格闘技よりも怖いと思って、怖いと思いますあれ、プロレスよりも怖いですかね結局ね、で、いつどうなるか分からない、いつ向こうが仕掛けてくるかも分からない、そうっていうか本人たちも何していいか分かんないまま来てる、どのくらいまでか分かんないままだと思うんですよね、でドーロマンというボスが LINE しないときはより暴走しやすくなってとか、そう恐ろしいシステム、なんて言ったらいいんですかね、こう人平の理性があるのドールマンだけですからねちゃんとビジネスを分かってる人がね、そうドールマンだけじゃあれね、いや恐ろしい団体だと思いますよ、幻想がある本当に、名前だけど最高、最高ですね、やっぱ人として、本当に面白いと思います、本当そうですね、お二人は最近の町山さんと思ってます、僕は大好きですよ、いや僕も全然あの好き嫌いは別として音楽の話をネットなんかでなさるのは控えた方が、あのまあでも町山さんね突貫してやられて、帰ってきてまたそのパワーで行くのが町山さんだろうからいいんだろうけど、まあ音楽の話でネットの中で発言するとやっぱずっと詳しい人に
やられちゃうから。また最近音楽映画が多いですからね。多いから。うん。うん、まあ真島さんがもしねロケットマンについて何か言い出したらどうしようと思ってたんですけど。エルトン・ジョンについて。さすがにエルトン・ジョンについてはね言わなかったんだなっていう感じですけど。でもクイーンについては黙ってられなかったっていうね。すごい分かりやすいですよね。星野勘太郎。ジョネス・タイムのギャラはもらいましたか。え？僕？うん。もらいましたもちろん。もらったんじゃないかな。もうマネージャーも今のマネージャーじゃないから確かめようがないけど、うん、確かもらった、もらいましたよ。え、出ないって噂があるの？僕がもらった記憶がないんですよ。マジっすか、うん、え、に振り込まれてないってこと？振り込みの話もしてないというか。え、そうなんですか？わかんないですか、ね、あれベタ付かれるじゃないですか、うん、ね、全然ベタ付いてない。支払い通知ももらった記憶はないって。マジっすか、うん、まあ、でもね、うん、全然メリットはすごいあるし当然。そうですね、情熱大陸僕出た時はね、うん、もう相当昔で SNS もなかったですけど、うん、あの代わりにパソコンのファンメールボックスってのがあって、うん、はいはい、あれがもう放送中にパソコンが破裂すると思って電源落としましたからね、うんうん、オンエア中にもうファンメールボックス、2000通4000通とかになっちゃって読み上げて、うん、読み込んでるんですけど全く間に合わないの、うん、でもこれダメだと思って電源切ってラーメン屋行ったんですよ、うん、たらラーメン屋行ったら遠い面でラーメン食ってる人が、うん、あんたジャズで頑張ってる人だねってあんたジャズで頑張ってる人見たよ応援してるよって言ったら、え、応援屋中なんですけどと思って、うん、怖いなと思いましたけどね。テレビは本当に情熱大陸が分かりやすいんですよね。分かりやすいですね。僕も翌日ちょうど家の前で自転車で走り出した瞬間に、うん、横でパトカーがちょっとスピードダウンしたりしてきたから、はい、なんか防犯登録のチェックがめんどくさいなと思ったら、はい、窓ガーッと開いて見たよ今日っていう結構ねこの感じなんだ情熱大陸って。いや、あの感じ今でもそうなのかなまあ、うん、あの感じですよね、うんうん、僕でも当時噂で聞いたのがあれですよ。なんかスタッフに鍵渡すぐらいオープンにしたのが、うん、菊池さんとリリーさんぐらいだったみたいな噂を聞いたことありますけど。ああ、オープンしましたよ。うん、うん、寝てたら起こしてくださいっつって勝手に入っていいですよ。勝手に入っていいですよ。すげえ、うん、もうプライベート何にもないんで、うんうん、もういつあの踏み込まれても大丈夫っていう。町山さんが有料配信のジョーカー表で菊池さんを絶賛してましたよ、うん、だそうです。ジョーカー、 あの映画の、うん、松本人志に例えたのが秀逸だとだそうです。ああ、僕ジョーカー見てないけどな。え？そもそも。うん、僕じゃないんじゃないかな。あれわかんないけど。うん。うん、あ、ジョーカーじゃないですよ。これこの人は間違ってて、うん、あれのことです。アス。はい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 。うん、アスって映画があって、うん、ジョーダン・ピールっていう、はいはいはい、あのサタデーナイトライブのコント師の人がアカデミー賞の候補になるぐらいまで行ったんですよ。うん、新ブラックスキンブラックピープル映画。はいはい、その最新作がアスっていう映画なんだけど。うん、それはもう完全に松本人志さんがこれやれればっていう映画ですよ。だけど松本人志さんはできなかったっていうのがアスですね。もう傑作なんで、はい、ぜひ、はい、あ、真島さんね、チェックしてくださってるんですね。こそばゆいですね。うつフェスに参加してどうでしたか？うつフェスもね、まあ僕はバックステージまでは一応面倒見でパスで行きましたけど、まあ、ステージ出てないですけど、うん、まあまあアーバンギャルドさんのフェスでしょあれは、うん、ね、だからアーバンギャルドさんの取り巻きのアーバンギャルドさんは、うん、まあ、これも全然ハッピーにものすごい影響を受けた、うん、うん、僕がやってた頃ね、うん、2期のね、はい、岩沢ひとみさんっていう方と、うん、僕が実際スパンカピーやってた頃のスパンカピーに影響を受けてて、はい、うん、今2人ダミーだってことを知ってか知らずかね、うん、まあ、まだ呼んでくださってありがたいんですけど、うん、アーバンギャルドさんってね、すごくいい意味でなんですけど、うん、浜崎さんもそうだし、うん、相方の松永天馬さん、天馬さんもそうなんだけど、うん、兄貴肌、姉御肌っていうかこう射程みたいなのがいっぱいんですよね、うん、ファンの方とか、うん、で僕全然そういうタイプじゃなくて、うん、周りに射程もいないしマネージャーしかいない感じですよね、いつも、いつも、うん、だから射程とか弟子とか全然いないの、うん、だからあ、すごいなと思って、うん、アーバンギャルドっていうのは、うん、すごい崇拝する方を一発目で、うん、だからすごい僕らに対する、うん、ホスピタリティが高いんですよ、うん、大月健二さんとかもなんか、うん、
これで汗拭いてくださいとかタオルを漏らせたりして、うん、あすごい心配りのね、うん、あのフェスだなと思いましたけどね、うんうん、役者をやられる経緯は何かあったんですか。役者って言っても一本カメオで出てるだけだからね、うんうん、あのずっと監督に粘られて出ただけです。嫌だったんですけど、うん、はい。和田誠さんとの交流はありますか。ないですね。あのこの場を借りてっていうのもあれですけど、ご冥福をね、うん、僕一番好きな邦画は麻雀放浪記ですから、本当にいい映画しか撮ってないですよね。いや本当ですよ。怪盗ルビーだって相当いいですよ、うん、失敗作と言われてるけど、うんうん、めちゃめちゃいいですよね、うん、まあね奥様がねお元気であらばというね、うん、平野レミさんがね、うん、ホストプラスさんグループの平野さんのね、そう、あそこの一家、平野一家すごいですよね。すごいですよね。みんな皆さん検索とかされるんだったら、うん、平野レミさんのお父様がどんな方か検索した方がいいですよ、うんうん、まあ日本でも有数の、うん、麻薬乗用者ですお父様時代が時代だから OK なんだけどもう亡くなってますけどね、とっくにね、うん、フランス文学者ですけどね、はいはいはい、うん、それでこうシャンソンだね、うん、あそこの一家ね、平野岩尾さんだなんだとかね。そうです、平野岩尾さんはもう素晴らしい、うん、本当素晴らしいですね。あのお化けの住所録でおなじみの、うん、そう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 幽霊に結局ハマってね、うん、そう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 、うん、ごめんなさい、菊さんの文章難しくていつも挫折してます。あ、もうすいません、こっちこそごめんなさい本当に、もう挫折でね。いいんですか。だまあしょうがないですよ、うん、分かりやすく書いてるつもりなんですけどね、うん、どうしてもね、独特の文体ですもんね、本当に。何だろう、こんなに丁寧に書かないでもいいのにぐらいにちゃんと。そうですね、うん、プロの物書きじゃないんで、うん、なんかついついね、なんか、うん、ちゃんと書かなきゃという気合が入っちゃうんですかね、うんうん、姫野玉さんのお話できますか。いや、全く全く、はい、ドミューに出た時にこの方がいらっしゃって、うん、ジャズドミニスターズのファンですって言って挨拶いただいただけですね、うん。あとあれですよ、あのファンザの、うん、ファンザの本でインタビュー。あ、そうですね、うん、ぐらいですかね、うん、そのぐらいですね、うん、新規で一緒に演奏したい方いらっしゃいますか。いや、そうですね、外人とかはいるけどね、ユイヤ・リトル・ゾンビーズは台本あったのでしょうか。あ、ないですよ、うん、うん、好きに喋ってくれって言われて、うん、はい。プロス以外のスポーツは見ますか。いや、見ますよ、はい。僕なりのこうフェティッシュが、僕ね、うん、めちゃめちゃシンプルな話、例えば女優、うん、セクシー女優、うん、グラビアアイドル、うん、女子アスリート、うん、女子パラアスリーテス、うん、アスリーテス、うん、女子パラアスリーテスってこう、うん、あ、女子アナとかあるじゃん、はいはい。一番好きなのは女子パラアスリーテスなんですよ。へ僕のね、育母親、僕2人いるんだけど、うん、育ての母親がね、片足いなかった、うんうん、で、かつ統合失調症だったんですよ。だから僕はちょっと精神病の方プラス、うん、障害がある方に懐かしさがあるんですよね、うん、個人的に、うんうん、だからそのパラアスリーテスの方とかが、うん、義足とか入れてバーッと泳いだりしてるのを見ると、うん、めちゃめちゃ感動するんですよね、うん、だからめちゃめちゃ好きですね、うん、だからパラリンピック楽しみ、うん、オリンピック全然楽しみじゃないんだよそっちパラリンピックめちゃめちゃ楽しみですね、うん、なんすか、その正直性的に魅力を感じるとかもあったりするんですか。ありますよ、うん、そうですね、基本的に、うん、順序から言うとやっぱり、うん、アスリーテス、パラアスリーテスが一番上に来ますね、うんうん、まあ、女子格とかとはちょっと違うんだけど、うんうん、まあミユは可愛いですけどね、まだね、うんうん、大和ミユ、うん、もう大御所みたいに言われてますけど、うん、僕の年から見たらミユはまだミユですよミユのまま勝ったり負けたりしてますよね、うん、杉崎ジェイ太郎さんと面識ありますか。ないですね、うん、ないですけど、うん、家の近所に、うん、でのうん、コンビニで立ち読みしてたら、うん、杉崎さんと、うん、杉崎さんのお弟子さんみたいな方がいらっしゃって、はいはい、杉崎さんがものすごい真剣な顔で、うん、エヴァンゲリオンの、うん、ちょっとごめんなさい、うん、全然わかんないですけど、うん、なんかその一なんだかあるじゃないですか、うん、本のね、漫画のエヴァンゲリオンかなんかを出して、うん、で
出してきて、うん、その弟子の方に、うん、これがいいんだよっておっしゃってて、あ、いいんだな、ね、うん、いいんだなと思ったことがあるくらいで、これが杉作慈太郎の、うん、バイブスかと思いながら、あのアイス買って帰りましたね。想像した通りの杉作さんがそこにいたっていう、ね、そう言いましたね、はい。映画進撃の巨人は高評価ですか？そんなわけないですね。いや、見てないですね。うん、N 国立花についてとかな。ああ、まあ、あの違う媒体の連載で書いたんですけど、うん、なんであの方が太田光さんとか、うん、東国原さんじゃなくてマツコデラックスさんを録音したかっていうと、うん、外見が似てるからだって話を、うん、もしあの人がコスプレするとしたらマツコさんが一番近いでしょ、うん、旧敵は外見が似るんだって話を書いたら、うん、大炎上。何を言ってんだと、大悪評。もう気にしない全然、うん、思ったこと書いただけなんで。、うん、SNS やってないから本当にその辺はもうそうですね、昭和と変わんないですね、うん、まあ、ちょっとやってましたよ、うん、SNS だけどもうこれやってたらダメだと思って、一瞬ツイッターやってましたよね、やってましたよ、うん、でもあれ2ヶ月半だからね、うんうん、期間限定でやっただけで、そうですね、うん、やっぱ向いてないと思ったんですか？向いてないとか逆に向きすぎてるとか、うん、あんなもんやってたら一日中やっちゃうと思って、うん、で誰かが僕が好き勝手に一日中やってたら町山さんみたいな人がいっぱいいて仕掛けてきたら、うん、一日相手してたら身が持たないじゃないですか、うん、作曲してる暇とかなくなっちゃうんで、うん、もうやめましたけど、なるほど、うん、三国近くにいればお坊さんな。なるほどね、二丁目にいれば会えますよ、まあ、あ、町山さん、ロケットマン、エルトン・ジョン批評思いっきりやってた、あ、そうですか、うん、まあなるべくね、どういう内容であろうと、うん、やめた方が良いのではって、なさらない方がという、老婆しながら夜電波で昔向井明の家に行ったことがあるって言ってましたよね。え、逆で僕の部屋に向井明さんがいらっしゃいってまして、今私はプロレスラーと付き合ってるのって言ってました、ね、知ってるかどうか分かんないけどねって言われて、高田でしょって言いました、ね、なんで知ってんのって言われて、有名な人ですよっていう話をさせていただいて、それぐらいの認識だった、そのぐらいの認識でした、ね、あの辺の話も切なくていいですよね。切ないですね。うん、後にあんのね。UWF はガチンコだと、当然ね、説明せざるを得ないから、うん、で、向井由紀さんは当時ね、芸能界の仲間たちに、うん、そうですね、他のプロレスと違って UWF はガチンコだからみんな見に来てって言って、みんなを連れて行き、そうですね、うん、そしたら後で高田さんが飲んで告白し、うん、ショックを受け、泣き虫でしょ。そう。私が昔言ったから嘘になっちゃうじゃない、あれっていう。夫婦喧嘩に発展っていう、まあなんていうかね、そのぐらいの夫婦喧嘩はね、うん、まあなんていうか微笑ましいっていうか、でも僕にもそう説明してましたよ、プロレスなんだけど、うん、プロレスなんだけどね、うん、本気でやるのって言ってて、ああ、まあ、うん、いいですよ、わかりました、だから高田でしょって言って大丈夫大丈夫、わかってますよ、うん、って言って、本当とかで、わかってくれた人初めてとか言われて面白かったですよ、うんうん、そうか。高田の知名度当時ね、十分あったんですけどね、そうですね、まあ、まあ、ユインターからただトップになったから、うん、それぐらいの認識なんでしょうね、うん、ただヒカルと仕事した感想を聞きたいです。あんな暗いバイブスの人いないですね、とても良かったですね、あの、ほん、あの明るい暗いってのはやっぱりいい悪いじゃなくて、うん、あるんですよ、うん、っていう音楽で言うとメジャーとマイナーみたいな感じ で、うん、で明るい人はね、いくらでも総病ぐらい明るい人もいるんだけど、うん、でまあ平均値っていうのはまあ音楽家ってのはちょっと悩める人、うん、でいろいろネットとかで一喜一憂したりね、うん、作品とかパフォーマンスがこう自分で反省する方とか多いんだけど、うん、そういうんじゃなくてもう根っからダークですよね、うんうん、こんなすごい広い、どのぐらいかな、体育館ってのは盛りすぎですけど、うん、そうだな、ちょっとした小さな体育館ぐらいの広さのスタジオの真ん中にフェンダーローズっていうピアノが置いてあって、それ椅子が2つなんですよ、うん、で2人で並んで座って作曲したの、うん、でこう宇多田さんが弾いてくるわけ、うん、でじゃあこれはどうですかって言って、うん、2人で連弾してたら、うん、はって気がついたら後ろに宇多田パパがいて、うん、表面すごい楽しそうな仕事なんですけど、うん、もうなんとかね、ダークバイブスがすごくて、いやかっこいいなっていう、日本人でここまでのバイブスの人いないわと思って感動しましたけどね。まあね、環境的にそれはもういろいろ背負っちゃってる人であるから、うん、そうですね、うんうん、いや素晴らしいと思いました、あの、うん、欧米行くといるんですけど、うん、日本人は中途半端ってことは悪いですけど、いい意味で中庸な人が多いんだけど、うん、
宇多田さん突き抜けてますよね。やっぱ素晴らしいと思いますね。宇多田さんがエヴァンゲリオンにハマったのすごいわかるなって僕言ってて、あと国文学ね、国文学とエヴァンゲリオンにハマるっていうね、うんうん、まあわかりますよね。環境がエヴァだったんだろうなって、そのお父さんの命令で何かをやらされるとか、あ、そうかもしれないですね、うんいやすごかったですよ。僕だからお宝持ってて、うん、もう本当に危なくなったらあれメルカリに出そうと思ってるんですけど、うん、その時カバー曲だったんですよ、うん、で有名な愛の讃歌っていうシャンソンのカバー曲を、はいはいはい、あるコーラ会社で、コカコーラじゃない方の会社ね、うん、の会社の CM で使うんだっつって、ほんで宇多田さんが空で歌った愛の讃歌のトラックもらって、うん、でそこにこういうアレンジじゃどうでしょうかっつって、クラシック風、ジャズ風、うん、フュージョン風、うん、なんかいろんな形でつけたのがあって、はい、で要するに宇多田さんが結構気前よく僕にトラックくれたんですよね、うん、ボーカルトラック、うん、それすごいいい出来で、うん、それ聞くだけでゾクッとするぐらいいいんですけど、うん、それに自分で自由にあのバックトラックつけた CDR があって、うん、でこれも絶対出せないじゃないですか、はい、でもう本当にヤバくなったら出そうかなと思っていくらになるのかなっていうね、やばいですよ。もう棒も心込めて作ったからトラックもめちゃくちゃいいわけ。全部いい、全部いい、全曲いい。ただ歌のトラック1個だけっていうね、うん、まあ リミックスネタですけどね、うん、最近ロイヤルホスト行きました？最近行ってないですね、うん、行かれます？あそこら辺東新宿新近辺、あんま行かないですね。あんま行かないですよね。基本杉作さんがそういうのは、そうですよね。杉作さんとさっき言った件も、うん、そのロイヤルホストからすぐのローソン、あー、うん、あのね、ロイヤルホストは1階、1階じゃないや、ね、三男とか新宿っていうホテルの1階につけ、うん、くっついてて、うん、で今はもうね、あの新宿界隈のヤバい人ではなくて、うん、大陸からのお客様でいっぱいになっちゃったんで、うん、もう全然あの面白いも面白くなくもなく、うん、大陸からの方ご用達になっちゃったのに行ってないですね。当時の雑多な感じが、そうですね、うん、雑多感はないですね。最近も職質されますか？三遊さんのそんなされないです、うん、はい、歌舞伎町にいたんで職質されたよね、うん、明日じゃない、そう、その通り、そう、うん、僕もだから2丁目は職質すごい多いですけど、はい、意外とされないんですよ。多分1回しかされてないですね。そんなにだって危険なオーラじゃないですもんね、うん、うんうん、あの地元感をすごい全開に出してるんで、はいはいはい、新宿クビン、そうそうそう遊びに来て何かやろうとしてる人間じゃないですよ、ないね、うん、ただ買い物に出てるだけなんで、よそ者もしくは、うん、ね、周期的に商売に来てる人じゃないっていう、ね、そう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 、定住感が出てれば職質されないんですよ。そうなんですよね、うん、さんはごっつい感じのコントはモンティーパーソンを超えたって言ってましたね。いや超えたってじゃなくて、うん、絶対、松本人志さんはモンティーパーソン見てるはずなんだけど、うん、オープン、公式にはなんやそれ、名前も聞いたことあらへんって言ってる、うん、いやそんなことないでしょ、絶対見てるでしょうと思ってます、うん、ということを、うん、ブルータスの松本人志特集で言って指摘したことがあります、うんうん、でもアスミって思いましたけど、なんかああいうモンティパイソン的なものの広がりっていうのは、うん、やっぱこうひょっとしたら見てなくても広がってるのかもしれないですけどね、うん、同じセンスとして、うんうん、メゾンブックガールについての印象が聞きたいですって認識してます？してますよ、もちろん、うん、和田さんって方があの、うん、ファイナルスパンクハッピーのお二人のファンで、うん、なんか2期からのファンですよね。そう、なんか取り上げてくださってありがたい限りですよね、うん、ライブも拝見しました、うん、なんかもうお若くてね、うん、若くて可愛い方々っていう感じで、なんていうのかな、うん、音楽はまあ、うん、最近のアイドルさんってのはこういう感じなのかという感じでしたけど、こんな変拍子とかやってんだなみたいな。そうですね、うん、でもメゾンブックガールさんって変わり種なんでしょ。変わり種、ね、正統派じゃないですよ、当たり前ですよ、うん、ですよね。だからまあ変わり種ならこのぐらいすんだろうなっていう感じでしたけど、うんうんうん、攻めたことやりながらちゃんとそこそこ売れている人たちっていう、ね、そうですね、そこは素晴らしいですね、うんうん、バッファロードだと中村達也さんとのライブ最高でした。 ありがとうございます。あれ素晴らしかったですね、うん、はい、中村達也さんは学校のね、僕先輩に当たるんですよ。そうなんですか、うん、ね、もうなくなっちゃった学校でメーザーハウスって音楽学校があって、で中村さんがやってたあのシャル高名なバンドがあるじゃないですか、あのお三方とも、僕1期生なんで、6期生くらいかな、あのブランキーがいたの、うん、
だから一応先輩後輩なんですね。スターリンで上京してきてその学校に通ってた感じなんですね。そうそうそう、ちゃんと学校行ってた人たちですね。ちゃんと出席したとか知らないけど、だお互いまあ照れもあってあんま目は合わせないけど、バイブスはよく合うんで一緒に人すると手が合いますね、中丸さんと、はい、大好きなんですけどね。素晴らしいですよ、本当に。昔一回その中村達也さんも所属してた ADK っていう日本のハードコアのレベルがあって、はいはいはい、そこの座談会をやったことがあるんですよ、バーストという雑誌で、はいはい、よくあれそのまま乗ったなっていうような話がしなくて基本シンナーとヤクザとの喧嘩とみたいな話がしないよ、はいはいはい、どこでどうシンナーを調達してとか万引きの話とかが主メインみたいな。やばいですね、当時達也さんちゃんと表で活動してた人なのにっていう。そうですね、だからまあ裏にはブレーがあったというね今すっかりなんかね、ヘルシーな感じですよ、ね、パンタさんとは交流ありますか？ないですね、はい、キさんのテキストの長い格好が来やすいそこですよね、本当に、はい、ちゃんとその誤解を解くようなというか誤解されないような細かい説明をいちいち入れていくっていう。そうですね、うん、1個の文脈中に収められないですよね、うん、左腕のタトゥーかっこいいです、他にも入れようと思いますか？ ありがとうございます。もう実はねマッパになったら全身入ってるんですよね。おう、嘘です。はい、ああ片山真理さん よく存じ上げてますよ、大ファンです、僕は。義足アーティスト、はい、ミュージックマガジン社の話は出ました？まあ、あのファイナルスパンク発表は僕がやってないので、うん、僕とミューマガはまだちょっとガチなんですけど、うん、ボス君と OD とはね何の関係もないですから、うん、NG バイターじゃないですよってことを歌ったところ、うんうん、まあなんだクロスレビューみたいなので取り上げてくださったのかな。だからまあ僕と雪解けたわけじゃないんですけどなるほど、そうファイナルスパンクパピーはねセーフかか、うん、ギリセーフとかかってるぐらいだからっていう。そう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 、うん、僕の他の進歩は多分もうダメですけど、うん、ミュージックマガジンはね僕は仕事してますけど、はい、うん、僕の知り合いも揉めたりしてるし、まあみんな揉めますよね、うんうん、まああそこはでもポップスやロックに対しては優しいですよ、うん、ジャズに手厳しいだけで、あ、うん、ジャズには手厳しいというかもうおかしなことになっちゃってるんで、うん、まあでもね、うんうん、行き時はなさそうな感じ。あ、僕個人とはね、うんうん、自分から女性を口説くことはありますか？いやー、そんなもんとてもじゃないですけどね、うん、あ、僕なんか口説いたってもう誰もなんか気持ち向井明のお兄さんは有名なカメ子ですよ。そうなんだ知らない知らない、うん、最近の K-POP についてお聞かせください。いや僕はね、ごめんなさい、最近は K-POP もね、うん、TWICE 以降全然知らない、ね、うんうん、身近なところで創業的なアーティストはいます？あー、そうね、音楽家でですか？エレカシの人は創病ですねって前言ってた。そうね、うん、うん、創病っていうかヒステリーですよね、あの人ね、外来的に言うとね、うん、まあいいと思いますよ全然、病があるのが音楽家ですから、うんうん、でも最近安定されたね、あの方ね、一時期かなりハラハラする状態でした、ね、うん、相当ハラハラさせたけど、うんうん、まあいいお医者さんとかに出会って、うん、っていうことであればいいなと思いますけどね、うんうん、自然と治りゃ一番いいですけどね、うんうん、だいぶ痩せちゃったね、あの人もともと細いけど、うんうん、ね、多分そのうつ伝でも多少そういう話だと思いますけど、うん、アーティストにやっぱりそういうのってまあそれも武器になる職業だからっていうのあるんでしょうけど、そうですね、うん、あれね、直してからが勝負ですよね、うんうん、なっちゃうまではもうしょうがないっつうか、うん、アーティストじゃない人もなるからね、うん、だからなった後どうやって直してどうやって音楽やっていくか、うん、まああるいは文筆やっていくかっていうことが問われることではありますよね。それを武器にしてやってた人がそれがなくなった時にどうなるのかっていう。そうですね、そうね、うん、僕は幸いにして医者も良かったし、うん、精神分析受けましたけど、うん、医者も良かったし、うん、症状一番ひどい時も演奏だけはできたんですよ、うん、だから音楽に
けられた格好でこううまくやって、うん、症状も消えて、うん、今は全然出ませんけど、もう全然いか医者しいらずっていうか医者行かない人いるじゃないですか、はい、IKKOさんとか見てるとハラハラするんですよね、あの人薬も飲まずに、うん、医者も行かずに、うん、ただハイになることで治してるんだからこうテレビの出演本数がだんだん IKKO さんがね、うん、出ると元気なのに、うん、本数自体が自利品で減ってるのとか見ると、うん、ただ売れなくなってきてる以上のものを感じてちょっとハラハラしちゃうんですよね。だからきっちり直された方がいいですよというのは思いますけどね、うんうん、あとキング&プリンスのこのね一人のファンとかでね、あれもちゃんと、うん、あの叱るべき、あの心配されてるファンの方も多いと思うんですけどね、うん、あの叱るべき、うん、今はもう医療あの、うん、いろんな医療の形が発達しますから、まあ、しっかり治して復帰されればと思いますけど、ね、でもちゃんと発表できるようになっただけでも健康的な時代になったと思いますよね。そうです、そうです。昔は言えなかったもんね、うん、うん、まあそうですね、あのなんだっけ、中川家のお兄ちゃんとかね、はいはいはい、うん、あの人もパニックですよね、うんうん、僕のそのうつ伝でやっぱ菊池さんのパートが読むのが一番怖いって言われたことありますよ。ああ本当ですか、うん、あの読んでるだけでスイッチが入りそうになるっていうのは、そうね、病前、うん、病前というか症状出る前の人ね、うん、に対するトリガーにはなりうりますよ、うん、症状の話自体が、うんうん、だからっていうかね、うつがカジュアルすぎんですよね、うん、だからどんなにうつの話聞いても、うん、みんな共感性でもってなるほどねって言うけど、うん、パニックはなんていうかこう開けちゃいけないドアみたいなのがあるじゃないですか、開いちゃうとね、もっかないですけどね、うんうん、菊さんの最近のドリンクバーの組み合わせを教えてください。そうですね、いや相変わらずですね、うん、乳酸菌飲料8に対してウーロン茶2っていうね、うん、最後シンプルズベストですよね、うん、田さんのその曲めちゃくちゃ聴きたいですね。聴きたいでしょ。僕だけが楽しいんですよこの世で。友達にも聴かせないから。新宿に住みたいな安いとこ紹介してください。もうあるや、うん、ありますよね。うん。うん、さんバトラーズの人に交流もありましたからね。なんだかな。うまいこと言ってんだがギリなんだかわかんない。2丁目でバトラーズの人とばっかりやったことありますけど、ね、本当ですか。逆に声をかけづらくてかけなかったですね。バトラーズの人って2丁目にいそうですよね石川とかいそうですよね、うん、モンティパーセンは太田光が影響満々だったからな、うん、でも出してないですよね、うんうん、モンティパイソンの名前はよく出しますけどね。出してる。あの人はモンティパイソンの名前出したり、うん、ウッディアラの名前出したりするけど、うん、実際はもう日本の古典的な世界にやってますよね、うんうんうん、この娘文才あるなというアイドルいますか。それこそ吉田さんの方がご存知なんじゃないですか。チェックはしてないですよね絶対。あ本当ですか。いやあの菊池さん、あ僕してないですよ。だってそもそも誰もチェックしてないです、うんうん、ラグビーのワールドカップは見てますか。ちょっと見てますよ、うんうん、ただガツガツには見てないですよ、うんゼルア監督見ましたか。いや見てないですね、うん、話題になってるんですよね。菅さんの本の話、あ面白いですよあの本はね、うん、一冊目特にね、うん、ヒップホップドリームは会ったことあります。もちろんもちろん、うんうん、ヒップホップでも最高ですよね。ねよくテレビに出る人があそこまで書いたなと思いますよね。いや本当、うんうん、あれはだから嘘だと思ってる人も多いじゃない。 あそこがヒップホップ あの一種の限界のラインというか、あえてリアルに言っちゃうと、うん、いやこれ言ったらダメなことだから嘘でしょってなっちゃって、なるほど、うん、いやいや本当なんだよってなって、うん、だったら捕まるでしょってなっちゃうことの繰り返しよね、うん、なんかこう、うん、あれは本当に高度な理解力がいりますよね。言い換え語がね、うん、うまいですからね。いや本当に。ドクマイバの観葉植物の輸入業をやっていて、ね、そう あれはうまいね。本当にうまいよね。大陸からのそういう人がテレビ出ていいんだっていう。いいよね、まああの長袖着せられてましたけどね。ねあの時期にそう確かにね、うん。ああいう人たちが出てる割にはみんな問題起こしてないんだよって言ってましたよね。そう。一人だけですもんね。そうですね、うんうん、いや本当、うん、だってギリギリいや本当そうですよ、うん、
ライブで絡んだチンポムに切れてましたね。そんなことあったんですか？ありました、ありました。それこそカンさんと一緒に出たライブで、チンポムのトップの女の子が、ベロンベロンに酔っ払って飛び込んできたんで、むしゃむしゃにして、カンさんはね、紳士っていうか、はいはい、そんな女性に何かしたりしたらね、もう大変なことになっちゃうから、はいはい、まあ僕ぐらいのやつがあったんで、もうむしゃむしゃにして外出しましたけど。はい、エリーさん。エリーさん。うん、まあまあまあ全然悪気はないですけどね。うん、ただもうとにかく彼女が無情者になってたんで。うん、ええ。さんのやたら長くてさらに説明のくどいところはトマス・ピンチョンの影響。ああ、これ、ああ、そう読むんだ。いけない言葉は星になるんですよ。ああ。だからクソとか、うん、今初めて聞いたけど、チョンがこうなるんですよね。ああ、なるほどなるほど。ああ、ほんと、びっくりした。ネットってすげえな。それをなんとなく保管して読みました、今。あ、いや別にだってトマス・ピンチョンっつったって僕翻訳でしか読んでないし、うん、まあ影響があるとしたら筒井康隆先生ですけどね、意外と筒井先生もくどいですから、菊池さんの SNS は終わりのない学級会は名言、そう思います。いや大した名言じゃないと思いますけどね今学級会ですらないでしょ、きっとね。学級崩壊してますね。うん、学級崩壊ですよね、うんうん、きっとね。中村東洋さんとは交流ありましたっけ？なかったですね、うん、住民として20年前の新宿と今の新宿変わりましたか？もう全然違いますよ、うん、オリンピックで浄化って言われる前の新宿、うん、石原都政、うん、石原君がブンブン人口振り回す前の新宿と振り回したからだいぶ違いますよね、うん、とにかくね、うんうん、だって僕が住んでた歌舞伎町の、つか大久保、住所的には大久保ですけど、うん、マンションで行ってきますって言って、まあ、誰に言うもなく行ってきますで外出たら、うん、まずガーンって開くと段ボールハウスがあって、それよっこらしちゃって、うん、あの乗り越えて行ってたし、オーベスが普通にいる。そうそうそう、うん、でファンの方からね、チョコレートなんかこう、うん、なんですか、やれバレンタインデーだなんつと、いっぱいもらって食い気ないじゃないですか、うん、であの方たち段取んなきゃいけないから甘いもんがね必要だから、うん、余ったのはそういう方々にあげちゃいますけどいいですかってファンの方に言って、うん、了承いただいたら配ってましたからね、うん、おう、でもそれで行って行き帰りで1人いなくなり2人いなくなりってなったし、まだあとはあれですよ、入管法ががっつりしてなくてリトルコリアになってなかったから、うん、K-POP 前、つまり少女時代前の大久保っていうのはマルチカルチャーだったんですよね、うん、いろんなベラルーシの人がいたりとか、うんうん、とんでもない国の人がいたんだけど、うん、まあ今はリトルコリアを経て、うん、リトルチャイナになりつつありますけどね。そしてもうかなり原宿化もしてるというか。そうですね、原宿化してるのはあっちの通りね、大久保通り、うんうん、はもう完全に原宿化してる。原宿も韓国化してるし。そうですね、明洞と原宿、うん、竹下通りと明洞のあの駅前が同じですよね、うんうん、韓国とか言われます？全然全然。ああ、本当ですか。ただ、本当に変わったなと思いますね、新大久保とか。はいはい、うんうん、変わりましたよね、うんうん、新宿も全然違いますもんね。全然違いますね。よく言うんですけど、本当だから駅前でシンナー売ってた時代が今となっては考えられないわけじゃないですか。本当ですね、うんうん、まあその前は南口でね、うん、都民が電車ひっくり返したわけですからねソーランとか言って、うんうん、TBS の女子アナで一番相性が良かったのは誰ですか？あ、いや皆さんね、これ別に女性に博愛とかなんとかいうことじゃなくて、うん、あの皆さんとにかくすごい、うん、がっつり仕事をしてるように見えるかもしれないですけど、うん、あの人たちオファーかけて、うん、オンエアの直前にやってきて下読み1回やったら本番やって終わったら帰っちゃうんですよ、うん、だから本当に失礼ながらこう下の名前まで覚えてない方とかもいっぱいいて、結構ね、うん、あの女子アナのいいとこ引き出して、うん、いい交流してるように見えるけど、そうそうそう、知ってるだけだと、まあ、 あの、うん、コスパよく仕事してるんですねはためにもうなんかあの、うん、オフの日はデートでも行ってんじゃないかみたいな雰囲気になってるかもしれないですけど、うん、全然全然、だから、うん、その時その時の方が、うん、あの一番最番組終わる頃は古谷さんという方と、うん、はいはい、古谷さん、そうですね、あと、あの方なんつったっけな、水野さんという方が2トップだったんですけど、はいはい、まあ素晴らしい、スキルが素晴らしいですね。水野さんも面白かったんだけど、なんかあんまりね、うん、あのテレビもラジオもそんなに恵まれてない感じで、うん、水野真由美さんですね。そうですね、うん、水野真由美さんですね、うん、真面目な方ですね、うん、確か家であの自分の部屋がないぐらいの一
人だったとは覚えてますね。一光さん、岡村に私も頭やってるからって言ってたのが忘れられない。地獄に仏だなこれ。やばいなそれ。まあね、岡村さんはあの方はちゃんと治療したと思いますよ ね、うん、あの元気さは。一光さん、そのレベルの人があの活動してるのはすごいですね。確かに、ね、いやすごい。一光さんってさ、うん、要するにパニックになると兵所がダメになるんで、一光さんって自家用車がものすごくでかいんですよ。うん、ああそっか。ものすごいトラックみたいなのに乗って一人で移動してんの。うん、あれ見るとねドキドキしちゃうんだよね。うん、とにかく何でもいいから薬飲んでくださいっていう気になりますけどね。一光さん確かにね、電車移動もできないだろうし。うんうん、最近の氷川きよしについて菊池さん何かコメントありますか？いやそんなにコメントを寄せるほどの大事件とは全く思わないですね。うんうん、はい。あのぐらいのことは起こりますよ、うん、芸能界でね、うん、武田真治さんが筋肉になったとかね、うんうん、精神疾患を治癒した状態が真の自分なのか、疾患を持った状態が真の自分なのか、どう思いますか？どちらも自分ですよ、うん、ええ、もう言うまでもないですね、うん、その状態ですね。風邪ひいてる自分が自分か、風邪が治った自分が自分かとか言ったらどっちも自分ですよね、うんええ、パニックだと観光総裁に出席するのが難しくて肩身が狭いです。あー、なるほど。まあまあ、とにかくね、直していただいて、うん、はい。好きな日本語ラップアーティスト教えて。いや、まあ、QL かな、今だと、うんうん、女性に生まれ変わった男に抱かれたい願望ありますか？いや、想像もしたことないですね。D.O. の本読んだ？読みましたよ。面白かったですね。面白かった、うんうん、これもやっぱり菅さんと同じで、よく今の段階でここまで書いてるなと思うんですよね。 あのね、うん、菅さんがうまくなんていうかリード した形ですよね、あれはね。うん、鎖グループが思ったんじゃないですか、その、あの本は売れるっていう。また菅さんは多少ほら文学的にちゃんとぼやかした部分が捕まってるからオープンじゃないですか、書いてることが。そうね、うん、相当な踏み込み方しててよかったですね。よかった。D.O. っていうラッパーの良さがよく出てますよね。うん、うん、日本語ラップだけだとちょっと聞く気もしないし、どういう人か分かんないんだけどっていう人は本読むと音楽も立体的に分かると思いますけどね。はい、いい本だと思います。いい本ですね、あれ。うん、一般の人からカチンとくることすることを言われたり書かれたりしたとき、気持ちはどう処理しますか？いや、もう普通に怒って、うん、カチンってなって処理しますね、うん、怒っちゃいけないとかね、うん、そんな仏の心を出したところで何の役にも立たないですから、うんうん、ただツイッターやってるわけじゃないから、それがそのまま表に出るわけではないっていうだけで。そうですね、うん、でも僕昔それこそ SNS なんかない時代に殺害予告されたことあって、おう、それでその時ね、携帯の番号をね公表してたの、はい。でその殺害予告くれたおじさんでしたけど、うん、予想通りマイルスファンの中年の親父が僕のこと殺す殺すって言って、電話番号公開したら電話かかってきたの、だからもう今すぐ殺しに来いじゃんって言って、うん、ちゃんと何時何分どこにいるって言ったら、殺しに来い、俺は3倍残虐の方法でお前の子殺すからここすぐ来いって、楽しみだとか言って、うん、過剰防衛で人殺すのは俺の夢だからすぐ来いとかってずーっとやってたんですよ、で半年そうやって楽しくやってたら、うん、最終的に、いやお疲れ様でした、すいませんでしたって言って、謝って、さすがに疲れて向こうも仲良くなりましたよね、その後ね、うん、この話精神分析にしたらもうえらく感動してましたけど、半年、うん、ずっと電話とかかかってきてたんですか？日にね、2、3回っていうのが最初の頃で、それが日に1回、3日に1回ってなって、うん、ずっと同じこと言ってたんですよ、うんうん、だからこう、殺すっていうから、うん、殺すをめぐる大喜利みたいになって、うんうん、どっちがどのぐらい残虐にできるんだって話をずっとしてたら、うん、疲れちゃったっていうね、うんうん、マイルス最高ですねみたいなんでいい人じゃんみたいなね。だからいや今はそんなことできないんでしょうけど、うん、論的みたいな人、論的じゃねえか、なんかその、うん、言いがかりみたいな人が現れたら、うん、とことんやった方がいいかもしれないですよ、うん、そんな暇ないでしょうけどね。神プロも大山摩擦の本出した時に、うん、はい、極真の人間を名乗る人間が今から乗り込みに行くぞとか電話かかってきてたんですよ、はいはいはい、俺は気が短いんだとか言ってて、はいはい、山口昇が電話に出て、うん、奇遇ですね、僕も気が短いんですよってやってましたね。来なかったですけどね。ああ、来なかった、うん、
確かにね、総本部通りが池袋で、うん、紙プロの編集部が池袋だったから来やすいんですよ。確かに来やすいですね。どうなんだろうと思ったけど、まあそんなもんですよ ね、あの同活とかっていうのはね、同活とは違うので、うん、当時あの紙プロの編集部に毎日のように電話かけてくるヤバい女性がいて、はいはいはい、幸福の科学の信者で、うん、ファンクラスの信者でみたいな感じで、うん、最初は講義だったのがだんだん途中で仲良くなってきて、はいはいはい、いろんな話をするようになって、うん、でターザン山本の連絡先を教えてほしいって言われて、はいはい、あの教えてあげたんですよ、うん、翌日ターザンがブチ切れて電話してきて誰だあいつに電話番教えたのシュープロとかで取り扱い注意になってる人だったらしくて、僕何も知らなくて、なるほど、こっちは普通に仲良くなっちゃったんで普通に友達感覚で教えちゃってまあそのある局面でヤバい人がある局面ではすごくいい人とか普通のことですからね、うんうん、つかある一定の人と単純な話、うん、めちゃめちゃ仲良かったのがめちゃめちゃ仲悪くなって、うん、また仲良くなってっていう波状は普通のことじゃないですか、うん、別に。だから逆こう最初殺害予告受けたけど仲良くなったっていうのと、うん、最初めちゃめちゃ仲良かったけど殺害予告受けることってある可能性があるわけだから、うん、まあそんなこと普通のことだったよね、うん、いいと思いますけどね。父さんの部屋にあるもので欲しいものありますか？いや宝の山ですよね。あんまりキョロると失礼だからと思ってあれですけど、もうこれはだってあのこれを宝だと思ってくれる人は本当に男性ゲストぐらいなんですよ。ああそうですか。基本アイドルとかは本当にもうただのね、あのオブジェぐらいにしか見えない、まあ図書館みたいな感じですよね、うん、そう、うん、古本屋の匂いがする以上でもありますけど、ね、男性ゲストはもうじっくり本棚で見たりとかしますけどね。もうここの手を伸ばせばボムのね伝説の浅香優表紙のボムがここあるわけですから、うん、まあそれはもう全部お宝ですよね、うんうん、ブロンソンズの話は出ましたか？いや出てないですね、うん、でブロンソンズ僕やってますけどね、うんうん、今まさに CD が株券になってると思いますか？いや株券とは違うんじゃないかな。まあ、あの時はまあ例えでね、うんうん、大雑把に株券化するって言っただけなんだけど、うん、もう今はもうちょっと株の話も、うん、握手券ですか、うん、要するに CD 版についてくる特待券の、うん、ポイント価値に関しても、うん、剰余価値っていうのか、うん、もっと複雑になっちゃったから、うん、シンプルに株券とは言えないですけどね、うん、株が上がるからで例えばメゾンブックガールに投資しますとかさ、うん、そうやって買うわけじゃないじゃない、うんうん、今あれはやっぱお布施にぐるっと回って昔の言葉ですけどお布施に戻ってきましたよ ね、 そうですね、推しに払うっていうさ、そんでいいと思いますけどね。別にね、うん、配信で全然いいんだけども版を 何枚も買って尽くすみたいな感じですね、うん、そうそう物心ですよね、うんうん、だからまあなんていうか、うん、壺と一緒で、うんうん、いくらであったっていいとは思いますよね。ちょっと前まで歌舞伎町でテレビ撮影とか考えられなかった。本当そうなんですよね。いや本当そうですね、うん、もし牧久夫先生の撮影とかでやっぱ牧先生とかいると撮影できるぐらいの状態ですからね、うん、僕もね、うん、歌舞伎町のミッドナイトフットボールと本の表紙の撮影を、うんまあ、まさに歌舞伎町してたんですよ、うん、で荒木先生で、はいはいうん、それでまああっという間ですよ、ものの数分で内ポケットカタカタやってきて、うん、お前ら何やってんだこの子ってニコニコ笑いながら何やってんのって言われて、うん、あ撮影ですって、うん、で先生がちょっとトイレ行ってたんですよね、うん、で荒木先生が笑いながら戻ってて、悪い悪いっつって、うん、撮影なんですなんだ先生がっつって、うんうん、どうぞ荒、うん、木さんだったんで、うん、通りましたけど許された、うん、いつでももうあのラブホテル街から出てくる人ですからね荒木先生今違うけど、だってそれこそゴールデン街とかでも今普通に撮影してるんじゃないですか。してる前だってね、うん、絶対撮っちゃいけない絶対撮っちゃいけない街だったし、まあ、あのニューヨークと一緒ですよ、うん、もう毒抜きされて、うんうん、観光地化しましたからね、うんうん、最初のスパンカハッピー時代に文化放送出入り禁止になってなかったでしたっけ？いやそれはね中の間違いかな、うんながら、キスさんともっとめちゃくちゃな人だと思ってました。社会性がある人だと感じました。めちゃめちゃ僕は音楽をこよなく愛してるだけのものすごい社会的な都民ですよ、うん、僕のことアナキストみたいに思ってる人とかね、うん、あのなんて言ったらいいんですか、ビートニックみたいに思ってる人がいっぱいいるけど全然普通の社会性、うん、社会人ですよ。はい、荻上チキさんに話の分かんない人だなと言ったのだってチキ君が全然分かんないんだもん話が
こんなに社会性があって、話が分からなく分かりやすくて陽気な人間がね、一生懸命喋ってるのに、もうすごく暗い顔で、その話そらしてそらして、暗い話持ってこうとしたらもうゴーニアして、オンエア中に話の分かんないやつだな。もうブースからなんとか花火大会みたいになっちゃって、どっかんどっかん、うん、だかみんなそう思ってんだなと思ってまあみんな言えないこと言うのがね、あの仕事っていうか、ちゃんとクレバーな人だと思いますよ、ギュギュさん。ピエール滝さんについて、あんないい人いないですよ、本当にあのまあルールをね破られてしまったことはまあしょうがないですけど、あの人間的には本当に素敵な、優しいいい人です。菊池さんの見立てで東野さんは精神大丈夫ですか？東野って誰のこと？東野浩二さんですかね。そっちか、あの作家じゃなくてね、いや東野浩二さんって どうなの？別にそんなになんかやばい感じなのかな。全然ものすごい社会性ある人ですよ。ですよね、同じ方と2度結婚した人じゃなかった、同じ方と2度結婚したって言ったら六角精児さんがいますよね。あと山城慎吾と、そう、まあエリザベス・テイラーとかね、話出して、固まると絡まないのはなぜっていうのは別に理由はない感じですね。特に理由はないですよね、本当に、全然。加賀さんとの思い出話ありますか？まあそりゃありますよね、山ほどありますけど、もうね、何回期になるの、2002年とかでしょ、もう加賀さんが死んで17年経つのか、ちょっと信じらんねえな。追悼番組、僕 TBS ラジオ出ましたからね、そういえば。ですよね、ディグだ、あ、ディグやったね、大根君がやってたでしょ、あ、ごめんなさい、2012年だ、だから、7年前ですね、はい、7回期か今年、生きてたら杉作さんが映画で川勝さんをアクション俳優にしようとしてもうジェイちゃんの夢はねやらなさそうな人がやるのが面白いんですよ。面白いな、もうほんと面白いんだよな、あの人あんな面白い人いねえな、もうこれ本当にもう、これがいいんだよって何かなと思ったら、いや漫画エヴァンゲリオンですかね、びっくりしましたね。秋元康さんについてはどうですか？いや、秋元さんはなんとか接点ないですよね。全くないですね、秋元さんはただ僕ごめんなさい、本当にアイドルカルチャーをあまり、疎いので、48系のことは全くお仕事を存じ上げないんですけど、トンネルズさんとのお仕事を見る限りは天才作詞家ですよね。素晴らしい、素晴らしいと思います。見る限りは、本当に素晴らしいと思います、あの人は、放送作家的には悪ふざけとなんかうまいバランスで、いわゆる作曲家にとってありがたい感じとかね、今どうか知らないけど、まあ素晴らしいですよね、沖縄で揉めた話聞きたい。沖縄で揉めた話なんだろうな。こんな精神強そうな人もパニックになるということが勇気を持てました。性格関係ないんだなって。性格関係ないですよ僕パニックになる前もこんな感じで、なってる間もこんな感じで、まあ、治療終わったからもこんな感じですから。菊池さんはパンクラスとオウムは似てるって言ってましたね。まあパンクラスはオウム中がとにかく新興宗教感がね、強くて、当時、特にね、しょうがないですよね、プロレスの中でここだけが真実だみたいな、そうですね、っていうかまあ単純にその船木元選手なのかな、船木さんのカリスマのあり方がちょっと宗教っぽかったですよね、入り込みすぎてる感じが、船木さんの監督した幻の映画とかね、はいはいはい、ザ・プロフェッシーとかね、ほぼ見てないのをなぜか菊池さんが見ていてハロプロで原稿書いてましたよね。そうあれは面白いですよ、あんな面白いですね、あれは本当に宗教家になる素質がある人、在野の、あんまり自分では自覚してないけど宗教家になる素質がある人の映画ですね、あれね。船木さんがね、キャッチフレーズマットネスなのが本当にそのままっていうか、そう、あの人もう見た目が朴突で、ハンサムじゃないですか、でね、体、ボディメイクも素晴らしい、素敵で、だから全く分かんないですけど、大変な宗教家ですよね、僕がインタビューした時衝撃受けたのが、ちょうど新日本のドーム出た時かな、永田裕二との試合で確か眼窩底骨折かなんかした後のインタビューだったんですよ、あの時本当に永田が許せないと思って、訴えようと思いましたって言って
えってプロレスのリング上の出来事で訴訟みたいな、やばいですね、マッドネスなんですよ本当に、ね、発想が史上初じゃないですかね、そうぶち切れて何かやってやるとかじゃないんですよ、やってないってね、うん、すげえな、やっぱりな本物だなと思って性格は違うのかもしれませんが、人に対しての距離感が郷さんと割と近そうと思いました。ああ。うん。岸さん、言葉一つ一つが知的でモテるのもわかるわ。別に知的だからモテるとかじゃないと思いますけどね。さすが荒木、まあそうですね、うんうん、週刊誌とかで SNS とかで自分についてあることないこと書かれてるとしたら何か行動しますか？しますよ、別に相手が匿名なわけだから、うん、どれだけ口に出なく書いてもいいじゃないですか、うん、で僕有料のブログマガジン持ってるんで、うん、そこに日記書いてて毎日は書いてないんですけど、うん、そこで見てないから、うん、ファンの人が垂れ込んでくるんですね、うん、こんなこと言ってますよ、はいはいはい、事実無根ですよみたいな、うん、あ本当だとか思って、うん、でまあそれ書いた人にボロカス書いたりしてますけど普通に、うんうん、でもあれ SNS っていうリング乗らないと、うん、炎上にならないから、うんファンに伝えるだけって。そうですね。うん。加さん、加賀さん、うつ伝が最後じゃないの。最後ってわけでもないですけどね。うん、そうね。ね、うん。その後確か亡くなる直前に対談僕してますよ。うん、ですよね、うん。うん。アクション俳優の加賀さん見たかった。パニックのこと治る前から人に話せましたか？あ、全然話してましたよ。僕、うん、パニック障害になりましたって言って、うん、1年間治療日記つけたからね。うん、うん、角川春樹さんの最近の活動に関して。いや、全く知らない。うん。うん。これまでやった仕事で一番チャレンジングだったものは何ですか？なんだろうな。うんいや、やっぱ宇多田さんですかね。緊張はしましたね、やっぱりね、うんうん、それにチャレンジングというか、まあアメージングとかね、今いろいろ面白いことのあった現場ではありましたけど、うん、堂本剛についてもう話しましたが、話していないですけどね。そうですね、まあ、でもまあメンタル心配な人ではありましたけど、うん、でもギリギリであの人ね、うん、もうダメかなと思ってるとこう持ち直すっていう、うん、なんていうんですかね、自力の強さがありますよね、うんエンドリケリエンドリケリは素晴らしいと思いますよ。音楽的には面白いですよね、うん、ガチで素晴らしいですよね、本当に、はい、そんなわけで、はい、もう残り3分とかなので、あ、なるほど、はい、ちゃんと告知をしておきましょうか。はい、残り3分、うん、はい、大丈夫ですか、はい、アルバム、ファイナルスパンクハッピーさんのミントエクソシストというアルバムが好評発売中につき、うん、お買い求めくださいお買い求めくださいって言っても今は買えないんですよね。まあまあポチることはできます、うん、予約みたいな感じで、そう、品物が届くのがちょっと遅れてるだけで、公式サイトでのみ販売、現状は。そうです、はい、はい、あとまあ、リリースパーティーを生気にもこの2人がやるというので、うん、12月に、全国6カ所かな、うん、でツアーやりますので、うん、ぜひそちらの方にも来ていただければと思います、うん、あと11月にはこれは僕は実際やってるんだけど、うん、DGPRG っていうバンドが、はいはい、今年20周年で、うん、久しぶりで、中規模のツアーに出るので、うん、まあそちらもぜひよろしくという感じですかね、うん、はい、配信は近日中にぐらいな感じですか、来月ぐらい、11月末か12月頭かっていうくらいですかね、うんうん、はい、版がどうしても買えない、まあ、買っても再生機がないって人も多いですから、うん、まあそういう方は配信をお待ちくださいって言ってますね、うん、はい、はい、はい、もうおしまい福岡行きます、よろしくお願いします、最高、ありがとうございます、ラジオみたいなトークで楽しかったです、ありがとうございます、ご視聴よろしく、はい、そんな感じで、はい、ね、いや本当菊さんが来てくれると思わなかったんで、単純にマジですか、うん、ええ、ね、ご近所とはいえご近所ですよねあと誰かいんのかな、え、吉田さん以外に言ってない人とかでこうここら辺に住んでる人見たことあります？中村うさぎさんが一時期この同じとこにいたんですよ。そうそうか、うん、ばったり会いましたよ。なるほど、今違うよね、今違う、引っ越しましたね、うん、あの人そうだよね、うん、
ボッテ協定のボッケ協定の5時に夢中に出てる、はい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 、エッチの おばさん、もうちょいあれですね、あの新大久保寄りで、寄りですね、僕が昔住んでたマンションのトイメンにあるわけですね、手振りが分かるって距離にいましたね、ここの上の階が確かあれなんですよ、はい、ダチョウじゃなくて、あの牛蔵さんとかあの電撃ネットワークの事務所が上の階らしくて、この前マジすか、マンションの入り口のところで、あの電撃の皆さんに会って、はいはいはい、あの南部さんあのとかが、はい、あとちょっと久しぶりに会って、はい、あ、お坊さん、ここなんですか、何号室ですかって路上で聞かれて、周りに人が山ほどいるわけですよ。集まってゲイの方々がいっぱいいる中で、なんで俺ここで部屋番号まで発表しなきゃいけないんだろうと思って。それはダメですね。うん、それはダメですね。発表する羽目になったって。やばいですね。なんか南部さんがなぜかゴダールの試写に来てた時があって、で、周りにいるなんか変な文芸関係者が、菊さん、菊さん、荒木先生が来てます。似てるけど。そう、ご挨拶に行った方がよろしいのでは、荒木先生が来てます。荒木先生、今こんなとこ来れねえと思うんだけどな、病気でって思って、見たら南部トラップあれ面白かったね。南部さん、どこでもいますからね。いますね。はい、そんな感じで、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。